はい、どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。6月19日木曜日、本日はキコーナー戸塚店から生放送です。せーの、戸塚ニャト。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、1週間で一番楽しみな放送来たと。ありがとうございます。毎週毎週ありがとうございます。嬉しいですね。来た、日本が勝ったら全部の、機種各変状態にしてオープンしてそうですね、今日朝7時から ね、明日の朝ですからね。始まあの日本戦ね、勇者とやりますからね、はい、6時間と55分後です細かくね、細かく言うとね。あれ、今日は一人いらっしゃらない感じですけど。あれ、いやいやいや、え、いらっしゃいますよ。いらっしゃいますか。はい、じゃあ登場してもらえますか。登場しましょうか。はい、キコーナー戸塚店の、はい、ハート様でございます。あ、なんと今日はハート様での登場です。どうぞ。どうぞ。お待たせしました、ハート様。はい、どうぞ。ちょっとハート様、ちょっと中心に立っていただいて。いや、恥ずかしがってる。いやいや、ちょっとハート様、ハート様、ほらほら、寄って寄って。いやいや、今日も寄って寄って。そしたら、このリアルハート様と、はい、あんちゃんの T シャツちょっと写して。あ、ちょっとそうですね、私のね、これ T シャツもほら、なんと合わせてハート様にしてきたんで。見えますか、私今日ハート T シャツでね、今日あんちゃんとお揃い、ね、お揃いなんですよ。お揃いなんですよ。はい、ちょっとあんちゃんいてーよって言ってよ、ちょっと。いやいやいや、いや、いてーよって、うん、パシッと叩かれたら、うん、あと残っちゃった。腹すげえって言われてますよ。いや、その通り、これはもうあのめり込んじゃいますから。汚ねえ体だな。いや、面白いですけどね。これがね、先週の罰ゲームですからね。今日はね、競艇を熱く語りますよ。あ、今日、競艇を。今日もう予告通り、今日はなんといつもと違ってですね、予告通りの機種を打とうと。あ、そうですね。今日は、まあ、あの前告知通り、はい、3世 R&D の、はい、ウィニングターン、ね、ウィニングターン、こちらの方を2時間指導していきたいと思ってますね。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、争点ばっかりじゃ面白くない。そう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 、本当にね、どこの放送も争点ばっかりでね、はい、ウィニングターンは多分あんまりやってるとこないんじゃないかなと。エビスさんを評価しろよというところですね。そうですね。うちだけでしょ。はい、熱いうどんが跳ねただけで悶絶しそうなハートだ。あ、ちょっとね、横でおでんでも食べたいところですけど。はい、そうですね、今日久々にですね、あんちゃん若干お腹空いてるみたいです。あ、なんとあんちゃんお腹空いてる。今日はあんちゃん1個ずつ持ちましょう。何ですかそれ。何ですか。なんとですね、今日のこれが今日の大食い企画は何ですか。これが、30個ですか。これがね、全部この中で。今日はどら焼き、どら焼きでございます。はい、どら焼きをこれ、どら焼きがあら不思議、これが、まさかの、全部ここにありますよ。ということでね、今日は特別マジックをお見せします。そうですね、ウィニングターンと一緒にですね、はい、どら焼き21個食いにチャレンジ、はい、チャレンジです、いうことなんでね、はい、なくなってしまうどら焼きが、はい、こちらの方もね、同時にお楽しみいただけたらなと思いますので、ね、皆さんよろしくお願いします、はい、じゃあ早速遊戯の方に移りましょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。 CM いきます。はい、この感じいいね。キコーナ、時代じゃないみたいな言い方。はい、ということで、ね、台本に移ります。はい、じゃあこれもっと向こうに置いて。松井しげるが出ないです。出てない。松井しげる出ないの。なかなか出てくれないです、はい、そうなんだ。松井和夫じゃないんですか。追加増野球。ちなみに山ちゃん、この右側の選手分かります？誰か。右側の白い、いや全く分かんないです。これはね、浜野屋健吾です。一番右、一番右の白い、あ、が浜野屋健吾。浜野屋健吾、私全く分かりません。私も全く分からないですね。この白い子は可愛いですね。あ、この白い子は可愛い。黒より白の方がいい。はい、あ、ちょっと台の音大きいですね。はい、ちょっと調整しましょうか。少々お待ちくださいね。はい、展示タイムも良好です。ちょっとコメント読んでいきましょう。どうやって落とすの。
台の中かな。お嬢近く、ちょっと音量下げてもらってもいいですかね。えりまね、船もやるんですかと。あんまりやんないですけど、まあなんか乗り手だ一緒に行きましょうとかなれば行きますね。ああ、なるほどなるほど。ちょっと皆さんお待ちくださいね。はーい、大食い復活してるじゃねえか。そうですね、わさび入れようよ、あんちゃん頑張ってと。いじめいけないわら。えぐすぎるのはやめてあげてください。ウィニングターン、両隣に当ててたけど両方単発みたいだったよってことなんですけど、この台潜伏するんですね。なんていうんですか、時短なしでこう潜ったりするんでね。はい、ウィニングターン打ったけど全然ダメだと。いやじゃあ今日ねこの放送でいいとこ見せますんでね、2ぐらいまで打ちたくなるまでなるよ、ね、一応2ですね、はい、音量2でいきましょう。ウィニングターンは何の機種のキレキですか。いやそういうのはないんじゃないでしょうかね。わかんないですけど、ないです。はい、服部くんはと、服部くんって導入されてるんですか。見た服部くんはバレてないです。あ、卒家庭にはないですね。はい、はい、スペック教えてください。はい、こちらの台はですね、ミドルスペックの台になっております。大当たり確率が 239.18 分の1、確変突入率が 72% というようになってますんでね、皆さん、結構継続率いいんですけど、結構あの突角とか潜ったりとかね、その辺があるんで、ちょっと注意が必要な台ですね。そうですね。ただあの右打ちになってしまえば、50パー以上で、はい、なんと2400発、おー16ラウンドということになりますね。なるほど。でその辺は注目してほしいところだと。そうですね。はい、ちょっと小さいですね。音ちょっと小さいですね。山ちゃん頑張ってくださいねと。はい、ありがとうございます。はい、あっちゃん様本当にかっこいいです。男の髪ありがとうございます。はい、胸厚の戸塚できた、はい、ありがとうございます。いいです。もう一個くらいあげますか。もうちょっとあげますか。ちょっと聞こえないかな。さすがに聞こえないです、ね、はい、扉が開いております。エグすぎるのはやめてあげて。エゴくないですよ、あんちゃんの胃袋は宇宙ですからね。いくらでもどれだけ入りますもんね。潜伏かセグで分かるんですかってことなんですけど、多分その辺も分かるはずなんですけど、まだ出したまでないと分かんないかなっていうところはありますね。はい、ただうちはデータランプが上がれば、データランプが上がれば、加減と潜伏以上、はい、でその辺は戸塚店、貴重な戸塚店に来れば、そこを見れば分かるよということですね。はい、もう移動しようぜ、過去冗談早いから。まだ打ち始めてまだ2、3分だから4ぐらい、はい、はい、扉が開いております。はい、良心的な配線ですね。そうですね、やっぱ分かりやすい方がみんないいでしょう。ウィニングターンへそ入賞は結構入ったんだけどねと。おー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 、さあ音大丈夫かな。あ、ちょうどいい、これでちょうどいいぐらいだと思いますね。はい、これちょうどいいぐらい。はい、お待たせしました。すいません。お待たせしました。はい、じゃあ行きましょうか。まあね、ミドルスペック、しかも239分の1ということで、今日はまあそれなりに大当たりは見せられるかなと思うんですけど、ね。まあまあ大丈夫ですよ。はい。さあ、大当たりしちゃいますか。1個目いただく。はい。もう2個目？いや、いただいておかないとちょっと。あ、1個目スタートですね。あんちゃん食べるとき何個目食べますって言ってくださいね。はい、久々ですね、大食い。大食い久々ですね、あんちゃんの大食い。まず1個目いただきます。あ、1個目、はい、どら焼きマジック。はい、じゃ画面の方は、エリマネの台と山ちゃんの台をね、映していきます。はい、そうそう、大食いといえば、今日ちょっと私、山ちゃんと一緒に、はい、某8月の寝台を見に行ってきたんですけど。8月、はい、8月の寝台を、はいはい、でその帰りに、カレーは飲み物ですってお店があったんです。ああ、ありますね。知ってるんですか。知ってますよ。有名なんですか、あれ。あれ秋葉原にもありますよ。そうそうそうです。秋葉原をちょうどね、はい、通り過ぎてきたんです。はい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 。あれ有名なんですね。まあ有名じゃないですか、そこそこ。へえ。どこ行ったんですか。あ、思わずなんか面白そうだったんで、とりあえずシャメだけ撮りました。カレーは飲み物ですよ、シャメ撮った。はい、あ、有名だよってコメント来てますよ。あ、そうなんですか。やっぱでもなんかちょっと食べログとかで検索したら、美味しそうだったんで、今度行ってみようかな。あ、じゃあ行きましょうよ、誘ってくださいよ。行きましょうか。はい、
あ、池袋だっけと結構あるんじゃない。そうなんですよ、池袋と秋葉原にあるみたいなんですよね。そうですね、すごいですね、みんなよく知ってますね。さすがっすね。じゃああれ知ってます、はい、何ですか。双子双子双子っていう焼肉屋さん知ってますか。知らないっすね。あのね、大阪の鶴橋のコリアンタウン、鶴橋ってあるんですけど、はい、そこの双子が始めた焼肉っていうかホルモンのお店なんですけど、はいはい、知ってます。知らないです。都内にあるんですか。いや、都内、あ、都内、都内にもあるんですよね。なんか中目黒黒とか、はいはいはい、いろいろあるらしいんです。築地、はい、そこはうまいんですか。いや、美味しいんですよ。あー、行きたいっすね。めちゃくちゃうまいんですよ。双子、皆さん検索かけてください。双子ですよ、はい、神奈川だとあの伊勢崎に、伊勢崎にあるんですか。ありますよ、はい、おー、じゃあ近いじゃないですか。はい、あじゃあ行きましょうよ、双子、みんなで行きましょうか。はい、右打ちは良さそうなのにボーダーが高めなのは初当たりの転覆が多いからですかと。まあそうでしょうね、多分ね。まあそうですね。この台の枠は G1 なんとかと同じですかと。 G1? ドリーム？ G1 ドリームと一緒ですかと、台枠。いや、むしろガロファイナルと一緒ですね。そうですね、ガロと同じ。はい、あっちゃん、天才主催、逸材、本当にかっこいい、ありがとうございます。いやいや嬉しいですね、最近こういうコメントがね、あの多いんですよ。ありがとうございます。あ、赤保留、赤保留、マジで？あんちゃん赤保留、あ、来ましたね、あんちゃんの赤保留、チャンスですよ、ハート様。今日はやばいやばい、ドラ焼き効果来ましたか、赤保留。早い早い、はい、あ、なんか暑そうじゃないですか。暑そう、せめっちゃ暑そうじゃないですか、うん。今日は日本終了まで放送しますか。しませんよ長いでしょ、したら朝でしょ、もう回転してるよさあ、あんちゃんどうですか今、疑似2位に、あー、先輩ちゃった。はい、疑似2位で先輩、まだ行くんじゃないですか。おー、おー、これで疑似3行きましたね。はい、今の赤保留もあっちゃんがかっこいいから、ありがとうございます。本当にね、こんな褒めていただくとね、本当にあのなんか出ちゃうのかな。今度ジュースおごりますねさあ、ギジさんからの発展、あんちゃんどうですか。めっちゃすごい、あー、やばい、やばい、 3D になってる、すごい、おー、焼物の落下。さあ、これは仕留めてほしいね、オープニングだから。さあ、そしてリーチは何に発展するか。 G1 かなんか行っちゃうの、うん、G1、 あ、G1 ですね。うわ、 G1 じゃないですか、はい、オールジャパン竹島特別。さあ、これはもう、もう激アツパターンじゃないんですか。これ激アツですね、うん、激アツで、あとは何番人気の選手が、自分のキャラになるかと、ね、なるほど。さあ、ウリュウ、一番人気、これはもうもらったんじゃないの。これ激アツじゃないですか、本当に星4つ、ウリュウマサヨシ。ハート様、これ何回転目ですかと。25回転目です。はい、早い早い、スペック教えてください。 239.18 分の1の確変突入率が 72% の台です。これ何パーセントくらいですか。何パーセント、これ何パー、 50% くらいあるんじゃないですか。 50% くらい多分あると思います、うん。この機種の緑は空気だったと、赤は熱いよねと。赤はまあそうですね、はい、まあ、やっぱ3世の赤保留は結構熱いから ね、 熱いよね。この白いやつが自分のキャラクターなんで、白いやつが勝てば終わったと、ね、最後、はい、進撃が来ればってですね。来るか、押せっと、おー、当たった、普通に当たった、あんちゃん普通に当たった、当たり一着、早いな、早い、25回転での大当たり、マジおめでとうと、 OK おめでとう。いやー、これでいいとこ見えるね、いきなり、はい、いや、いいよいいよ、あんちゃん、あとは確変入るか。そうですね、 72% なんでね、はい、ボーナス、あ、女の競艇選手がいっぱい映ってる。はい、右打ち。ただですね、はい、この機種の難しいところなんですけども、初回出玉ありの場合なんですが、はい、26% が確変、はい、28% が通常となっております。なるほどじゃあここから確変に行くのも2分の1ぐらいだと、まあ、そうですね、はい、なるほどね。出玉ありの時は大体2分の1で、まあ、最初は潜る潜伏確変が割合がちょっと高めになっている台になっておりますのでね、出玉ありでも結構油断ができないと、はい、いったところですかね。はい、ひでえ振り分けだなと、まあ、その分ね、あの右打ちになって角へ入った時の
2000発取れる比率が高めに設定されてる台になってますからね、はいはい、むしろ2000発オーバーですからね。もうほいや本当あの覇者と同じぐらい取れるんで、覇者と同じぐらい、はい、やばくないですか。やばいですやばいです、あの止まらないですから。アタッカーがゼロアタッカー、はい、あゼロアタッカーなんですねこの台に、ほぼ近いですね、はい、はいはいはい、ここまで台本通りですよと本当だね本当そう。あれナイターモード、これはここからこれは一応あの左打ちですね、時短なし、これですね、はい、通常濃厚です、濃厚、でちなみにこのナイターモードが30回転以上継続すると確変潜伏する可能性が高いと、そうですね、いう感じになってますんで、この絵が抜けるまでは皆さん打ってくださいね、危ないんでね、取りこぼしちゃうからね、はい、この後が大変よ、頑張ーと、はい、あっちゃんさん、戸塚で会いたいです、あ遊び来てくださいよ、戸塚店ね。初回全サポ 15% じゃねえかわらわら、これでも、デモ基盤ですよねと、違いますよもう導入されてますよ戸塚店にね、はい、明日2個目いただきます、はい、あどら焼き2個目、はい、当たったんだね、はい、これ、明日このこちらの店舗に伺いますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あこちらこそよろしくお願いします、ぜひ頑張ってね、はい、勝利を収めてください。モンキーターンしますか、モンキーターンじゃない、ウィングターン、ウィングターンねいいんじゃないですか、信頼なんでね、はい、打ってくださいよ信頼、楽しめると思いますよ、5台入ってるんでね、はい、出玉なしが 40% 近くあるんですかと、はい、はい、これ4回に1回確変ですかってことなんですけど、確変自体は、72% なんですけれども、はい、潜伏とかね、潜伏が若干多いってことですね、はい、あるんでね、この台打ちますよ、ぜひ打ってください。朝一で行けば打てますかねと、どうですか、どうですかね、まあ、朝の抽選が、はい、8時45分と8時45分、はい、はいなんで途中で来てもらえれば、はい、座れる確率もね、若干のワールドカップをね、はい、途中まで見て来ていただけたらしいなと思います、来ていただければと、はい、はい、あ、エルマに発展しましたね、まあ空気ですね空気、はい、空気ですか、マドリーチみたいなもんですか、そうですねまあね、ガロで言うとね、うまい、16ラウンドで出玉いくつですかと、いや2400払い出しがされるので、はい、はい、結構取れますよ、大体2200、はい、ちょっと200、はい、2250ぐらいは取れるんで、うん、あちゃんに会えるならどこでも行きますよ、あぜひね、月火水木金と私飛行な関東ね回らせていただいてますので遊びに来てください。ダメダメですね、ダメですね、はい、刑事竜みたいに電サポ入れるのがきつい感じかと、まあまあそんな感じですかね、まあ、でも一応内部的に格上にいるときはそのへそ入賞でもまた若干振り分けが変わってきたりするんで、そうですね、その辺は潜伏自体のループはしないんで、はい、潜伏で中に潜伏引いたらもう 100% 右打ちになります、はい、そうですね、はい、出玉なし半分ってまさにビーバップみたいだなと、はい、まあメーカー一緒ですからね、はい、筐体も同じですよ、はい、ただこちらはそのリミットはないんで、はい、もうあそうですね、玉のね、はい、結構出るときは一撃が、はい、あ一撃結構あるんですか、ありますあります、はい、ちなみに戸塚店はですねビーバップハイスクールの隣に、はい、ウィニングターン5台ありますんでね、ぜひこの辺ね3世の島っていうかね3世になってますんで打ってみてください、お願いします。潜伏ループないならいいかと、そうですね、そうなんですよ、前回の日本戦ワンセグ使って店に行ったけど、電波届かなかったと、あ、戸塚店電波悪い感じですかね、ちょっとワンセグはちょっと、その代わり店内に、はい、休憩スペースにテレビで放映してます、あ、店内の休憩スペースで放映をされてると、はい、そうですね、はい、いうことなんでね、ぜひそちらとお楽しみいただけたらなと思います。あっちゃんは最近好きな台なんですか、最近は BMAX ですね私は、はい、戸塚店って大型店舗ですかと、まあ、720台前台がございます、はい、結構大きいですよ、まあまあ、はい、はい、あ、潜伏ループないのは良心的やね、あっちゃん最近でおすすめ台なんですかと、最近のおすすめ台ですか、あれかな、猛烈パイレーツかな、あのクルーンはちょっと面白いね、うん、ああその自分で掴む的な感じですね、そうですね、
ちなみにどうですか、皆さんはおすすめというか、まあ、この台面白そう、面白いなっていう台最近ありますか。なんすかね、僕はやっぱあれですかね、ガロファイナル。ああ先週も打ったガロファイナルね、はい、先週プレミアム出ましたから、ね、そうですね。エリマルはまあ覇者ですかね。覇者僕とはい、ハンちゃんはあ、ルパンで。ルパン。もう全員マックスじゃないですか、本当に。ビーバップも、この台も相性悪かったなと。あ、相性はあるよね、でもね。まあまあまあ。そうですね。そうか、その島は全部シンガロに入れ替えするんだなと。いや、それはどうですかね。まだわかんないですけどね。どうですかね。今日初打ちして小当たり500分の1で3回だけ当たって、マイナス 40K ですわと。ああ。頑張ってください。次はね、出るといいですね。そうですね。筋肉マンは正直なところおすすめできますかと。筋肉マンですか、はい、筋肉マンおすすめじゃないですか。ねえ、結構いいんじゃないですか、はい、一撃もありますよ。モーパイライト今日打ったよと。めっちゃ面白いよねと。面白い。出ればね、あれも面白い。近所のホールはモーパイのおかげで16台ある化け物語がガラガラになってるなあ。結構ね、お客さん離れるの早かったかなってイメージ はありますね。今日1000円で、有観、初回から16ラウンドで当てました。おめでとうございます。すごいですねそれね。戸塚店の放送でもね、あんちゃんが16ラウンド引いてましたもんね。はい。モンスターハンターのパチンコおすすめですかと。モンスターハンターって結構もう時間経っちゃったよね。そうですね。ただもうすぐですね、モンスターハンターのアマデジが出てきたりもしますので。アマデジが出てくる、はい、はい、なんでね、それが出たらいいんじゃないですか。新しく、はい、遊びやすくなって戻ってくるかなと思いますね。はい。枚方の京一はパチだけで800台以上ある。へえ。モンハンはカス台です。おすすめは女だらけだわ。負けても、パイパイ拝める。なるほど、そっちが好きですか。僕も好きですよ。戸塚って罰ゲームあったっけと。いや、コスプレがありますんでね、大丈夫ですよ。皆様のアマデジのおすすめは何ですかコスプレ。アマデジですか。アマデジのおすすめですか、うん、最近打ってるなみたいなのありますか、アマデジで。やっぱりですね、海です。海ですね。あ、海か。海はまあいいですね。沖海のアマですかね、はい、私も沖海のアマ。沖海、はい、あんちゃんは。あ、沖海ですけど、なんか鬼武者のアマもライト最近出ましたね、はい、はいはい。なんか見てると一撃1万発とか。あー、結構出ますね。あ、はいはい。吉木さんいいんじゃないですか、やっぱ最近だとね。アクアの吉木さん、微妙ね、なかなか難しいんですよ。あれも結構一撃性がある感じがしてね、個人的には好きですね。僕はあの ST で全然弾けなくてですね。あんまいい思い出がないと。はいはいはい。サク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 と、はい、最後のあのクリオネもまあクリオネは結構空気ですね。はい。山ちゃん、エリマネ横割り行ったのどうだったのと。あのね、まあ、どうだったかっていうのは、ええ、ちょっとまたあのいろいろディスっちゃったりとかする可能性あるんで、あの控えますけど。控えます。ただちょっとそれにかあの絡んで、ええ、ちょっとアンケートだけお願いしたいんですよ。アンケートですか、はいはい、いいですか。いいですよ。あのまずパチンコのガロ3と、はい、ガロね、はい、金色になれと、はいはい、リング3、はい、それから AKB、はい、一番期待するやつ、はい、どれですかっていうその質問、はい、視聴者の方に聞きたいなと思ってわ、はい、かりました。あ、それ面白いですね、はい、3択。じゃあちょっとねコメントかあのアンケート書きますので少々お待ちくださいね。はい、はい。なんか音が、ドガローと、リング青ポディ。あ、すいません、じゃあねそれにね、はいはい、鈴宮春日も入れてください。あ、春日、はい、はい、了解です。一応まあどうでもいいんですけど、まあ、一応コンテンツ的にそうですね、うん、まあ、好きな人いいんで、はいはい、あれ、なんだろうこれ。え、熱いですか。なんかちょっと山ちゃんの台スター集結ゾーンみたいな。はい、これが作業まで来ればさあ山ちゃんの台。あ、これが出ればってことですね。はい。あれ、トータル5人。はい。あー、なるほど、もっと上まで行けなかったってことですね。いや、とりあえずレースになりそうですね、はい、
ちなみにね、あ、G1 だ。ちなみにね、はい、ワールドカップの日本コートジボワール 2-1 で日本が負けると私ちょっと予想した。日本負ける 2-1？ いやいや、当たったんですよ。あ、当たったんですか。いや、ああそうですね、結果、はい、ニコ生で言ってましたから。はい、まあ本当はあんまり負けるって言ったらね、3番人気。さあ皆さん、ちょっとアンケートを出しましたので皆さんお答えいただけますでしょうか。お願いします。一番期待しているのは、ガラを金色になれ、7月の下旬、導入予定ですね。そしてリング、ホラーのやつね、はい、そして AKB の2ですね、そして鈴宮春日と、この4択でね皆さんお答えいただければと思います。はい、はい、一応スペックわからない方いるかもしれないんで、はい、はい、リング、はい、それからガロ3、はい、これはマックスで、はい、リングとガロはマックス、はい、マックスはだいぶ390、まあ、細かい何点何まではいかないですけど、はい、399って考えてもらえばいいです、はい、で、はい、鈴宮春日、はい、これが239のライトミドル、はい、239のライトミドル、はいはいはい、中身は、はい、継続率その他がちょっと違いますけど、はい、まあほぼ AKB と思ってください。ああ、ほぼ AKB。ただ239になった分ちょっとやっぱりその出玉性能はアップしてる、はい、なるほど。で、AKB は前の AKB と全く一緒と思ってください。はい、はい、それで一応。なるほど、はい、はい、4択正解しますように。正解とかじゃないからねこれね、正解不正解の題、4択以外の題って何かあったっけと。まあこの辺が大型な注目案件ですね。まあそうですね、大体この後出てくる、はい、うん、メインどころからと。ですね、ありますよ、はい、一応あの三姫両乱とか。ああ、ありますね。あの忍者概念の女性たちが出てるんですね。ちょっとじゃあコメントね溜まっちゃったんで読んでいきますね。すいません、はい、やっぱこれ潜伏かな、引かないとかな。サミヤメトキ、山ちゃん、あ、これ読んだ、皆様は10日の店で打った方がいいと思いますかねということなんで、この辺もねちょっとね、難しい質問に答えるのが難しいんですけどね。まあお店は選んだ方がいいっていうのはね、そこだけが個人、私の個人的なあれは、ね、あのお店選んで、あのそういう、あれに聞きにを問われずにね選んでいただけたらと思いますよ。戸塚店は山陽からお金もらってるんですかねと。もらってないですよ。山陽、さっきねみんな海海海って言ってたからじゃないですか。あ、なるほどね。あ、絶対くれませんから。ヨシキリさん打ったけど単発だと。なるほど。ルパンはアマデジは出なそうですかね。出ますよ。サミーはマックスしか両代がない気がするな、うん。ディスリの名手やろ、ビビってどうするんだ。アンちゃん単発だったのか。そうですね、はい。今日パチ屋に宅配でサミーの袋と配達してましたと。あ、本当。サミーの袋？うん。あれなの、運送関係の仕事なんじゃないですか。あ、リング AKB のスペックまだ出てないよなと。200分の1ぐらいの台、前とほとんど一緒ですね。そうですね、はい、AKB は前と同じスペックだよと。やっぱり AKB でしょ、ミドルが打ちやすい、出てるよ。なんで横にしいるんだと。本当にそうです、横にし、はい、いや、多分これ1年前に作ったんだと思うんです。なるほどね。写真は海猿は聞かなくていいのか、大丈夫です。はい、じゃあ結果出します。はいはい、はい、ガロ 32.3%、はい、リング 14.7% 、AKB 29.4%、 鈴宮春日 23.5% ということで、順番的にはガロが1番、はい、2番が AKB、はい、そして3番が鈴宮春日、はい、リングが1番期待はされてないと。あららら、いう結果になってますね。それちょっといいですか。はい、鈴宮春日本当ですか。いや、ただおそらく皆さんの、萌えが好きな方は、はい、そうですね、好きな人は結構一回打つんじゃないですか、あれは。そのみんなハレハレ、愉快が聞きたいっていう、やっぱ変わるだろう。明日行くからね、じゃあね、あ、ありがとうございます。じゃあでは早いですよ。バイビー、私寝るね、バイビーバイビーってまあまあ古いですね。そうですね。やっぱガロだろう、妥当だなと。当てにならねえな、わらわら。ハルヒに燃えないよと。あ、そうなんですか。カウボーイがないやん。あ、カウボーイビバッか。そうですね、入れてなかったですね。AKB 出てるから見てこいって。浜崎あゆみの信頼とかないのと。あ、予定あります。予定あります。予定はありますね。はい、だからこれすごい、それすごいあれですね、知ってる方じゃないですか。浜崎予定ありますよ。気合入ってるらしいですよ。あ、本当ですか、今回は。はい、はい、ちょっとカメラ位置が悪いかな、ちょっと。
当たらないね。はい、ワンちゃんの場合。やばいよやばいよって言ってください。レガーですか。言ってください山ちゃん。あ、僕、うん、やばいよやばいよ。AKB には、のこごりのカットインありますか。のこぎりかないですよ。お疲れパンマン、お疲れパンマン。最近三強外してるから春日はないな。あ、三強まあね、うん、まあ視聴者がねディスる分には全然構わないです、ね、そうですそうです、はい、うん、僕らは分かんないですよ。ちなみにあの AKB のね展示会ね、はい、すごかったですよ、なセキュリティチェックが。ああ、今回はやっぱあのね、だってね、カバン全部一回預けて、預ける、ポケットの中の鍵とか、財布とか、いや本当はガムとか飴とかも全部一回ビニ透明のビニール袋に移して、ほんで、で金属探知機で大事なところも全部こう当てられて、で俺大事なところで一回ビビって言いましたからね。エリマに反応したんですか、ビビって。反応しましたよ。で 何入ってるんですかって言われて、ポケットにボタンしか入ってなかったのに、ちょっとビビってなって、でなんてなったんですか。だってなんですかね。しかもそのやってる方がね、女性なんですよ。セキュリティチェックやってるのが女性で、そうなんです、ちょっとそうですね、あれは、すいません、何か入ってますかって言われて、思わず、いえ、あれしか入ってませんって言いそうになりましたよ。いや、本当に。あ、いやいやいや、ね、キキキンみたいなね、危ないですよ、本当に。いや、まあ確かに、すごいチェックでした、すごいチェックでしたよ。反応はするかもしれませんけどね。エリマネサブ基盤持ってったんでしょ。ちょっと反応したのか、エリマネわらわら。いや、でも、確か山ちゃんもピーピーってなってましたよ。はい、なりました。山ちゃんもなったの。はい、ちょっとね、なっちゃいました、ね、相当警戒レベル高めの設定のね、本当高いんですよ、だったんじゃないですか、多分。エリマネわらわら。鳥山明に CR ドラゴンボール Z 出るように催促してくれって、これ多分無理だろうね。鳥山先生はちょっと厳しいですね。山ちゃんはもちろんノコギリ持ってったんだよね。あ、雨降ってきた。マジですか。マジですか。浜崎は犬が流されるリーチは健在ですかね。懐かしいですね。知ってますね、本当に。ぶっちゃけ春日以外の台はスペックがほとんど変わんないから興味がないか、わかないと。あ、前作とほとんど変わんないと、中身がね。あ、いやいやいや、ガロなんて見たら BM を腰抜かしますよ。腰抜かす、はい、それくらい演出とかは変わってると。演出もすごいし、ええ、やっぱね、もうインパクトが違いますよね。インパクトが違いますよ。あ、じゃああれですか、エリマネと山ちゃんはこの4騎士だったらやっぱりガロ。ガロですね。まあそうですね。あ、やっぱり間違いなくガロは打ちに行きますね。ああ、間違いない。はい。あ、さっきの視聴者の順位は、はいはい、ガロ、AKB、ハルヒ、はい、リングですね。そうですね。はい。私はガロ、リングですね。あ、ガロ、リング。あ、順番的には。はい。ガロ、リング、AKB、ハルヒ。ハルヒ。はい。山ちゃんは？ね、まあやっぱ一番1位がガロで、ええ、ガロ、リング、ええ、あそこ1位なんだ。どうしようかな、でもね、その春日と AKB は、ええ、でも春日悪くないかなって思いますよ。あ、春日悪くない。はい。むしろ AKB が一番下がっていうのが個人的にはちょっと微妙なんですけど。いやーね、どうなんですかね、まあ、あの、まあ、やっぱ変わってないっていうのが、その AKB ファンの方は、そのパチログとかが当たると思うんですけども、まあ、今回前田敦子と宮沢沙耶がいなくなったっていうところもありますし ね、はい、その分新しい2人がね、山本綾彩香と、あの、NMB、彩香と、渡辺美雪です。あ、渡辺美希、はい、あね、新しく、その二人アリーナにも来てましたからね。 あったんですか。あ、ありました。おー、 あったというか見たというか、当然最前列で、あのペンライト振ってたんですよね、山ちゃん。違うんですか。ペンライトはあのもう光が消えちゃいましたね。山ちゃん春日良くもないんですねと。いや、でも悪くもないと思います。悪くもない。はい、うん、まあ239で、うん、まあ要は 50% で右打ちいってのっていう、はい、AKB と一緒なんですよ、まあほとんど、あ、タイプ的には、うん、いや AKB よりね、
AKB よりは一回りスペックはアップしてますよ。あそうですね、大当たり確率はちょっと悪くなってるんですね、はい、そうですね、MI とかその、はい、出玉も期待値 TY とかはちょっと上がってますよ、はいはいはい、もちろん D3 級なんで、へそ入手の時の、骨格がないですよ、絶対出玉ありの学園になるんで、あその辺はちょっとあの打ち手をね考えた、そうですね、はい、になってると、はい、ほうほうほう、CR おぶかたリーダーは入院モードがあるみたいですね。面白い、面白いね、これ必ず必ず放送して30分後ぐらいからそれその手のコメントきますよね。開発目線のそうですね、はい、絶対次もうあと30分ぐらいしてくるとつまんなくなって、あのチャゲアスいじりが始まるんですよ。そうですね、あの、はい、チャゲアスいじりはですね、で清原でしょ。清原とね、あとサムラゴーチも出てきましたね。サムラゴーチちょうどやめてもらっていいですか。ちなみにバッドボーイズさんっているじゃないですか、はい、AKB と一緒に番組で、はいはいはい、あの方々がですね、チャゲアスと同じ高校だったらしいです。あ、そうなんですか。どうかのちょっとお話中申し訳ないですけど、はい、多分私潜りましたね、これ。あ、本当ですか。だってスーパー、あれ当たってる、まあね、でエリマネ潜ってる。あ、潜ってる、はい、おー、完全に投資の状態でこのビルの確認するの忘れてました。潜ってるといつの間に、はい、ただこれあの学園潜伏中というか学園中の大当たり確率が77分の1と、はい、結構当たりにくい仕様になってますんでね。なもう そこあとはもういかに早く引くかですよね、はい、ここがちょっとねあの出玉をちょっと取られるかな、はい、出玉というかあのロスするかなっていうところはね、ね、はい、エリマネーええよと、うん、アマデジアン、はい、あー、天出寺はハマるとしんどくないですか。しんどいよ、ハマれば何でもね。でもそうと、サイズによっては狂気になります。あ、これあのね、エリマネのあの下半身の話だね。あCR おぼかたリーダーはいつ出るんですかね。と、まあ、それ絶対自分で言って自分で言ってください。ガロ展示会行ったんですか。とガロの展示会ですか。はい、ガロはただまあ機械は見に行きます。はい、見に行ってますね。はい、ガロ焼くものがすごいらしいねと。そうですね、すごいですよ、はい、4択外れたから敗者復活戦早お願いしますと。あ、もう一回アンケートしろってこと。ハルヒは未知数だからねと、うん、AKB とかオワコンだわ。ルパンを現代してガロ100台入れるんですかとね。まあでもね、パーラーエリマネがあったらね、はい、エリマネ100台行くって言ってましたからね。いや、行きますよ、はい、でもね、私の予想はね、ええ、ちょっと筋肉マンがしんどくなると思うんですよ。あ、筋肉マンがちょっとガロが出てくるときつくなるかなと。そうなんですね、の方がね、まあ、ガロだけじゃなくて次 AKB あるでしょ。あ、そうですね、うん、はいはい、ちょっとしんどくなるかなっていうイメージ、イメージとかね。でも、はい、マックスは新しいガロと、はい、ルパンが、はい、まあ盆明け支えていくかなっていう。ルパンとガロが引っ張っていくような形になるんじゃないかなと。そうですね、しかもね、リングね、はい、悪くないですよ、本当に。ああ、リングはいいっすと思います。今日ね、全然関係ない、もう先見せで見たんですけど、まあちょっともう一回ゆっくり見てみようと思って見に行ったんですよ、はい、で結構ガロが出てからものすごい案件がね、やっぱりいらない、やっぱりいらないという法人さんが多いんで。あ、リングいらない、リングやっぱりガロの方がいい、ガロの方がいいってね。そうなっちゃう、どこのホールさんもなってると。ただね、はいはい、意外にいいと思いますよ。あ、意外とリングも悪くない、悪くない、はい、うん、ことなんでね、皆さん導入されたらぜひ両方打ってみてくださいね。そうですね、板野いるの。あ、 AKB には出てますね、はい、ナンバーだな。そうですね、どこの店もガロ信頼入れるだろうから戸塚店は桃源を200台入れようよ。ハルヒも AKB みたいに RTC つけてんだっけかと。あの、ついてますね、はい、ついてるんですよ、ついてる。そう、あの AKB 今回ですね、はい、RTC がなんと30分に1回なんですよ。そうですね、今回30分に1回 RTC 機能が、はい、発動すると。ちょっと多い気がしますね、それはね。ちょっとそうですね、でも予想は、はい、でもリング2も、最初そんなに期待されてなかったけど、こんなに長期稼働するとは思わなかったわと。前作のね、リング、いや、もうあのリングの FPF はもう神台ですよ、あれは、あれは神ですね、うん、稼働貢献集がすごいことになってますね。なかったですね、シャブアスはバンダはわらわら、うん、山ちゃん、ちょっと役物落ちたよ、はい、
北斗自暴を当てるのと一緒か、なぜ競艇って言えなくなったの、競馬を入れるのにと。え、競艇、競艇って言っちゃダメなんだ。あ、ボートレースって。あ、ボートレース、あー、なんでですかね、競うっていうのがダメなんだ。あ、松井なんとかがいますよ。はい、あー、2番人気だ。はい、山ちゃんちょっと頭左逆かな。はい、すいません、ありがとうございます。頼むよ。さあ、山ちゃん当てることができるのか。いい感じですね。いい感じ。はい、はい、最初のチャンスアップありで。はい、頑張って。5問存逆問、圧力リフティングからの A マネビンタみたいな。嫌ですよ。戸塚店ってマジハロのパチンコ入ってますか。マジハロは導入しておりません。はい、すいません。筋肉マンもう人ほとんど座ってませんと。おお、これチャンス、これやばいんじゃないですか。これは山ちゃんチャンスだよ。クラッシュが出ましたもん。さあ、あとは進撃が来れば、黒い方が勝てば、黒い方が勝てば、押せー、バーン。おー、山ちゃん大当たり、134回転目ということで、もう全員大当たりですね。今日は来ました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ただで、はい、ただ出玉ありで当たった方が危ないっていうこと皆さんは、ね、そうなんですよ。でもほら 5だからなんかいけそうじゃない。あ、そうですね。だから、そうそうそうなんですよ。はい、ね、これであとは本当に入ってくれればっていう、うん、ガロファイナルはある程度残す予定ってあるんですかねと。その新しいのが出て、それはちょっと教えられない。あ、それはちょっと ねまだ秘密だと。はい、そう、戦略上がありますからね。これはうざい、30分2回うざいよねと。エリマネがそんなに押すならリングちょっと期待してみようかなと。いや、いいと思いますよ。はい、まあ、ただ無理やりワンボックスとか行く必要はないですよ。あ、そこまで出してはいらないかな。そうです。はい、じゃあ AKB3 は10分に1回になるんじゃないか。RTC がね、あれね、RTC 本当、まあちょっと京楽さん、一生懸命作ってるとは思うんですけど、あれ通常演出が見れないじゃないですか。そうですね。でね、やっぱりその全体が盛り上がりたいから RTC って変更効かないじゃないですか。はい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 、でその分なんかその参加型のミニゲームが4種類増えたんですよ。あ、でもね、それもずっとはやってられないし、ミニゲームもずっと飽きちゃいますよね。あとご高齢の方とか、あれあの初心者の方とかそこまでやらないんで。そうですよね。ちょっと厳しいかなって気はちょっとしましたね。なるほど。はい、ナイターも、おー、モンキーラッシュ、山ちゃんモンキーラッシュ確認来ました。ねえ、こんなあんちゃんの顔がすごい険しいですよ。あんちゃんの来週のコスプレ履きましょうか。もう競艇といえばわしやろうみたいな顔しますよね。さあ、ということで、画面向かって右側、山ちゃんの台が確認入りましたんで、皆さんね、注目してください。そして画面向かって左側、エリマネーターの台は今内部的に確認に突入しておりますんでね。はい、そこで即落ちでしょ、山ちゃんどうせ。いや、せめて1回はなんかしたいな。はい、今アメトークやってます。あ、本当、肉のせいで RTC が嫌いになったと。あー、なるほど。結構音がうるさいっていうところはあるもんな。AKB は RTC 中は打つのやめてトイレ行ってたなと。ボケ協定、リングも RTC ありますかと。リング、あ、リングもありますね。ありますよ。あったら恐怖心煽れるねと。あ、リングのね、はい、RTC めっちゃ怖いですよ。怖いんすか。怖いです。まあ昼間はね、お客さんいる時間帯はいいですけど、まあまあそうですね、夜中とかね、だからちょっと残って清掃とかしてる時とかには、はちょっと怖いかなっていう、はい、ちょっと怖いですね。 RTC のやつになってと。はい、和光こんばんは。こんばんは。牛タン配信と聞いて。いやいや違いますよ、今日ドラ焼きですよ。ドラ焼き、進撃アタックブルブルしますかと。ブルブルしちゃいますよこれ。はい、いい感じのブルブル感でしたよ。はい、モンキーターン、アタックナンバーワンで松永の保留が出て笑ってしまいました。あ、出るな。こんなに当たり引ける台だっけと。まあ240分の1なんで ね、ライトミドル、はい、じゃあライトミドルですね。とことこ引けますよ。明日打とうかな、ぜひ打ってください。 25% 来いきましたね。3世の奇数図柄は信用ならんわ。うん、ホールも呪音の恐怖があるからリング3入れにくいだろうなと。あ、前作のね、呪音がちょっとね忘れてしまったというところね。寝台リングはハマりそうで怖いです。大ハマりしそうってことかな、それとも面白くてハマっちゃいそうってことかな。うん、神速見せて。あ、
5点敗。はい、来ました山ちゃん、ボートレースですね、はい、77分の1なら引っ張られそうだな。そうですね、山ちゃん先週に引き続き紙引き見せるかと。もう見せちゃいますよ、SG 来ました、はい、グランドチャンピオン、はい、エリマネの力で RTC と通常画面切り替われるようにしてくださいと。音楽それでお願いしたい。音楽なら我慢できる、うん、いや音楽だけでちょっと厳しい、うん、我慢できない、佐々木さんです。よっしゃ V モンキー早ーと、リング RTC で圧力が漏らすときって漏らさないよ、このあれこの台恵比寿さん出て大丈夫なのと。恵比寿さんがなんか出てますね。はい出てますね、はい、山ちゃんおもちゃばら5点は熱そうだなと。どう、何がですか。5でテンパってたからちょっと熱そうだな。そうなんですよね、うん、ちょっとまあ確変は続くかなって感じですけどね。エリマネの台見てたら怖くてこの台打てないよ、早く当ててよと、まあ、潜ってますからね、はい、84回転なんで、まあ、この今 の, この背景の画面がねまだやっぱ抜けてないですね、はいはい、さあ山ちゃん最後最後山ちゃん頭ちょっと左かな、逆、うん、逆逆、はい、ありがとうございます。すいません、とりあえず2位以内に入ってくれればお手、ああ、3位3位 やっちゃった。山ちゃん、え嘘、このペラにかける、え嘘、あ3着、ああ3着ってことは大当たりだけど、大当たりだけど28%引いちゃった感じ。もろみざと出てるで弱ざま山ちゃん脱線、えマジっすか、心が止まらない、ああモンキーターンでね、これで恵比寿さんはいくらもらったんだろうねと、わかんない、弱いよ、あっちまったな。復活はあと、復活とかはあるんじゃない、ね、あるんじゃないですか、エリマネコートジボワールとコロンビア始まったからと、あれ、早く帰った方がいいんじゃないかと。そうですね、周回モードなんだろう、あれ10回転の時短、10回転の時短ですかねこれは、はい、お、これは誰ですか、あこれ熱いんじゃないですか、熱そう、これからです、もう一回当てパター、当てパター、これ、はい、潜伏だったんじゃないですか。30超えればいいんでしょ、はい、あそうですね、薄い方ばっかり引くねと、うん、圧力はどこに行けば会えますかと、月曜日、平塚、火曜日相模原、水曜日横須賀、木曜日戸塚、金曜日蒲田のね、ちょっと夜遅くだったら会えますよ、いけ、はい、いけ、押せ、押せボーン、あーだねー、ないわ、ちょっときついなこの台と、うん、黒レーサー予告すごく熱いよと。なるほど、プロレーサー予告、黒黒黒、はい、あんちゃん今どら焼きいくつ食べたと、6個、6個頑張って、はい、はい、だいたい放送時間が1時間経過しましたんでね、あもう半分終わっちゃった、半分終わっちゃいました、はい、ここはペース上げないと、はい、やばいやばい、黒レーサーってえのきさんですかと、もう聞いたの話ですねえのきさん強いですからね、そうですね、エリマネと、ドログバどっちが強い、ドログバの方強いあ、10ゲーム、ケント君、これ、はい、これも30続けば、30超えればってことですよね、はい、あと何回、今、12回転、あと11回、はい、お赤チャンス、おー、It's great、 はい、6、まあ、時短が10回転、20回転、30回転とこう、そうですね、なってますんでね、圧力の6、そうですね、はい、はい、さあ山ちゃん来るかな、弱そうかな、遅いって来る、ちょっと弱そうかな、ちょっと弱そうだな、ここもおお山ちゃん来ちゃったよ、あブルブルしてる、おお来ました、潜ってたんだ、潜ってましたねこれ、はい、おめでとうございます、さあこれがおい、お7に変わったということで、スーパー、はい、2000発、はい来ました、はい、いやいいですね、いやいやいや、おイッツグレイト王子小屋は、山ちゃんやるじゃんと、いやいやいや、ダセーとか言ってごめんねとまあ、72%この薄いところを引きますか、はい、こういうエースもあるってところが見せられましたね、はい、アトロクさん今日は、あんちゃんのグダグダ、MC あるんですかと、まあ、ずっと食べてるんでねあんちゃん今日はね、ゼロカウンター見せてと、あ、わかりました、じゃあちょっとカメラ寄りますかね、はい、もうねほぼ確かにこぼれないんですよ、
あ、本当ですか。はい、ちょっとここ上かな。あ、ごめんなさい、ここ、ね、上、こことここですね。あ、下もですか。はい。あ、じゃあちょっと両方では上下で順番にっていう感じですね、はい、これぐらいで見えるかな。ボー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 ちょっと見えますかね、これで。で、下行って、上が閉じたら、下が開くと。はい、あ、優秀だねと、うん、いやー、そうですね、うん、襟間ね、なかなか当たんないねと。当たんないっすね。今日罰ゲームありますかと。まあまあ、出玉ビビだった方にはね、来週なんかしらのね、今日あのね、今日全然出なかったら、まあ、まあ、もう出てしまったら、圧力さんに出てしまったら、ちょっと待ってください。ちょっとね、何ですか。ちょっとドラ焼きがあるんでね。デスドラ焼きでも食べてもらえますか。あ、デスドラ焼きですか。私今週デスソース食べた2回目になりますね。相模原でも美味しくいただいてきましたよ。あ、そうなんですか。デスソース。いや、山ちゃんの当たりまで来るのもすごい確率、くぐり抜けなきゃならないよねと。そうですね。そうですね。うん、罰ゲームはデスソースだろう。うん、ほぼほぼこぼしないねと。そうですね。あと、はい、あのこのあんちゃんの体が素肌なんでね、そうですね、デスソースを塗るっていうのも楽しいです、ね、お、体にですか。これ危ないんじゃないですか。大丈夫ですか。よし、はい、わわわ、もうこれ、はい、弾を抜いてくださいになっちゃいますね。ああ、出玉が多すぎて。はい、はい。稲川淳二はいつ頃出ますか、気になります。あ、もうまだし出ますよ。え、何月ぐらいですか。多分でも季節合わせて出そうですけど、ね、あ、夏ぐらい。はい、見せるね。ん、北斗かなと。まあ北斗みたいなもんですね、アタッカー周りはね。はい、そうですね。自分100回の潜伏50人分の1で290回以上ハマったことあるからと。エリマネ頑張ってと。ああ、ありがとうございます。はい、私もあのルパンの潜って200回ハマりました。ルパンで200回、それもきついっすね。いや、もうすごかったですよ。通常に戻ったり、雷雲に戻ったり、はい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 、ね、気づけば200回超えてました。まあ、たまにありますからね、そういうことも。そうなんですよ。潜りよったな、潜りよったなって。あの銭形がね。はいはいはい、まあ、最終的にでもその時14連チャンぐらいして。あ、14連チャン。そのうち10回が。わ、4番人気。4番人気。やばい、これはやばいっすよ。やばい、山ちゃん。これ何も、これ男性の中に一人だけ女性なんですけど、そういうのってあるんですかね。あるんじゃないですか。2400発出ますか。まあ表示では出るんじゃないですか。はい、そうですね。はい、相模原みんな食っとったやん。そうだよ、デスソースね。ラウンド消化早くねえかと。早いですね、はい、早い早い、うん。CR な、あ、これはいい。あ、いい、これはいいですよ。いい感じ。じゃちょっと見守りましょうか、はい、山ちゃんは。ほぼ多分2以上は確定なんで。本当ですか。はい、あれあれ、真ん中からいきなり出てきた。さあ、山ちゃん大丈夫かな。これおせっと、嘘。なんで。全然大丈夫じゃないじゃん、山ちゃん。でもね、視聴者がみんなね、を期待してますよ。山ちゃんの。いや、今だってチャンスあったんですよ、途中。知ってる。山ちゃん、ダメじゃん。山ちゃん、やるじゃんと思ったけど、やっぱダセーな。またかよ、ダセー。役物落としたいんですけどね。ということでね、こう当たりですね。はい。稲川淳二って399で突入率 30% の台だっけと。あ、そこまで出てんの。分かんないです。分かんないです。稲川淳二の焼き物は何か分かりますかねと。分かんない。分かんないっす、ね。終わった。ルパンの潜伏せっかく引いたのに4通だったと。あ、それもねあるよね、そういう時も。浜の屋出てんのかと。もろモンキーターンだなと。浜の屋健吾出てますか。出てますね。健吾浜根屋、ちょっと分かんないですね。モンキーターンのハタロウくんのモデルの。あー、今村豊が来たいな。今村豊が来たい。今村豊、ミネリュータ。ミネリュータ、ミネリュータ。いや、ミネリュータ結構まあまあな若手ですよ。危ない危ない、ブラッシュ。ミネリュータは山ちゃん、あんちゃん、住の絵でしたっけ。修正あれ、唐津かどっかじゃなかったですか。あ、そうでしたっけ。兵庫でしたっけ。
え、あ、いや、あの、唐津九州あ、九州ですか佐賀県、唐津わからないですね、の、龍ライタな、うん、龍ライタゴリさんじゃないですか山ちゃん、その台やらせやん。エリマに当たるよって言われてますよ。おー、うん、でもね、これね、はいはいはい、あんちゃんから言わせると、協定でこんな展開絶対ないって言ってます。絶対ない、はい、あもう協定は2マーク回ったら決まるっていう。ああ確かに、はい、これ30ゲームいきましたね。はいはい、あ負けました。これ以上継続したらいいんじゃないですか。ねえ、あエリマに2着残念ってことですか。復活は復活、これ復活とかあるんですかね。いやーやるでしょう。あーダメ、うわーきつい。でもあれですね、あの G1 ドリーム、うん、結構思い出しちゃいますねこれ、うん、似てますね。似てますね。さあ山ちゃんは27回転目抜けてしまうのかどうか。いやただねリーチがかかんないんで、ちょっと怪しいですね。危ない、はい、頼むよ、頼むよ継続。おっしゃ、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 危ない危ない危ない。山ちゃん危ないっていうかこういう機会なんじゃないですか、ああ演出的に、うん、見てるような台の作り、復活が多いっていう、ね、はい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 、はい、でも確かに4ラウンドの各編も 24% あるんですよ、はいはい、だそれがどういう演出の割合が出るかっていうのはね、うんうんうん、マジか山ちゃん2度もダサいとか言ってごめんなさいちょっとね、次こそ 一発で決めますよ。そうですね、いや次と、ダビスタみたいな台だなと、あんちゃん何でも知ってるなと。あんちゃん、うん、あの協定のこと。あーもうあんちゃんはもう完全知ってますよ、うん、お馬さんも大好きですもんね。あ、はい、何でも好きなんですね。じゃああのオートレースだけやったことないです。はい、お馬さんも自転車も、はい、あ、自転車も、はい、自分で自転車乗れないくせに乗れますけどいやいや乗れないだろ、乗れます乗れます、いやいや乗れるんすか本当に。乗れます。いや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 乗れません、G1 ドリームでも学園中の演出バランス微妙だったからね。これただなんかあの全速ラッシュみたいのもあるんですよ確か。あそうなんですか。全速ゾーンっていうのが ランクアップみたいな。おあ山ちゃんチャンスですね。モーターボート記念、モーターボート記念、頼むよこれ、はい、昨日の納豆チーズイカ野郎面白かったタグ付けと。あー純ちゃんね、純ちゃんはココイチのトッピングは納豆と2番人気チーズとイカって言ってましたからね。さあ、お、星4つ、星4つ来たよこれ。これは来たんじゃない、これは来ましたよ。これもらったんじゃないの、これもらいましたね、これ確実にもらいましたね、はい、お、エニマルもちょっとチャンスっぽいですけどね。どうですかね、はい、2点終わった。4ラウンドはラッシュか2着が多いでと。あーなるほどね。あれ緑カットイン、山ちゃんいいよ、山ちゃんいいよほらほらちょっとねあれまずい、いやいやちょっと微妙ですね。そういうパターンなんですよ。あ最終的にあちょっと勝った、ちょっといいちょっといい感じ、ちょっといい感じ、はい、さあどうだ、ニコちゃんサップあれば、さあ山ちゃんたまには勝って、おせとたまには勝って、なんていやだからこんなもうねこれこういう台だから、16ラウンドが 50% あるっていうのに3着またしてもダメ、いやもう役物落としてよ、これが2点や、うん、山ちゃん何度も言わせんな、ダセいや毎回この展開ですね本当にね。いや本当そうっすよ、ちょっと1回ぐらい欲しいところですよね、はい、前足の上に上足があります、うん、山ちゃん前に嫌がらせでサドル盗まれとったやん船の竹自転車のサドル、うん、船の竹豊か的な人って誰ですかと。松井、誰ですか、松井茂か、でももうあれじゃないの、今村とかもじゃない、あでも今だと松井ですかね、今だと松井、はい、だそうです。使えねえな山ちゃん、まあまあまあ、多分ですね、うん、これも潜伏ですよ、もう一回言わせて、山ちゃんいいよ、山ちゃんいいよ一人ずつ自分の中で最高のトツカーニャを聞かせてくださいと。あ、いいんじゃないですか、はい、あれあ、なんと10回転で
終わり終わりということで山ちゃんは5連で終了。はい、まあ頑張った方でしょ。はい、いや1回は16ラウンド、でも1回16ラウンド来ましたね、うん、じゃあ山ちゃん、はい、最高のトツカーニャを聞かせてくださいよ。最高のトツカーニャ、どういうこと、え最高の自分の中でこれが最高のトツカーニャだっていうね決め台詞を。ええそれはなんかそれどういうことですか。だからトツカーニャっていうのを、そういうの自分の中で最高系のトツカーニャをやってくれと。トツカーニャエリマネやってください。エリマネ、えトツカーニャやってください。トツカーニャあんちゃん、あんちゃんやって。はい、あんちゃんお願いします。トツカーニャもうね、地声が高いからその時点で勝ちでしょ。山ちゃんおつしろめ、山ちゃん僕はちょっとね、親分の真似をしたんですけど俺だからもう、親分ヤブさんの真似は俺めちゃめちゃうまいですよ。あ、本当ですか。ちょっとじゃあやってくださいよ。一応4回ぐらい当たってるんですよ。あ、似てる似てる親分のモノマネ似てる。あれさ、藤沢ですよ、似てますね。知ってますよく知ってます。山ちゃんは、うん、親分のモノマネは任せてください。そんなに潜伏する台なんですね、と。あのね、158回いってます。エリマネは今158回転潜ってる、ね、そうですよ、これ倍スコア、倍スコアね、ダブルハマり、はい、そうなるとあれですね、結構余ってますよ、余ってますよ、はい、エリマネ本当に潜ってるんですか、と。潜ってますって、潜ってますよ、本当に160まで、それじゃん。まあでもね、まあこういう時もあるというところですよ、まあそうすね、皆さん。お店に行ってね、こういう展開もありえるんでね。あ、あんちゃんもう食べ終わった。いやいや、でもまだ8個目なんで。あ、あんちゃんは8個目突入。どら焼き、初どら焼き。大当たりはいかない。やっぱきついですね。はい。あんちゃん、これね、夜の9時半この展開だったらもう泣きますよね。夜はちょっとね。夜の9時半にね、この展開はまず。もうやばい当たってんのにみたいな。当たってんのに163回ハマる。ありえますからね。ありえますよ。でね、下手したら当たって、あ、お客様閉店です。エリマネ、この台思い切って捨てて違う台打とうか。ちょっとね。思い切って捨てるって意味が分かんない。あれ何？何？何？当たった当たった、あんちゃん当たった、ちょっと当たったん、これあれです、全速ラッシュ、モンキーラッシュ。ちょっと暑い時言っといてもらってもいいですか。言ってくれなくていいのにさ、いやモンキーチャレンジだったんで、ダメかなと思ってたら、はい、モンキーラッシュということで突角ですね、突角入りました。じゃあこれは右打ちがついてる突角ですね、はい、で出玉なしで右打ちになるってですね。あんちゃん、なんで黙ってたんや。本当だよ。いや、モンキーチャレンジダメかなと思ってた。どら焼きに夢中だった。どら焼きに、いや、正直どら焼きに夢中でした。どら焼きの方に集中してたら、はい、突です、山ちゃん、声が島田周平に似てますね、と。怖い話聞かせてください。島田周平、うん、誰ですか。あの手相の人でしょ。ああ、はいはいはい、それだけ。エリマネは潜りのプロですか。まだ分からないな。いやもう、潜りのプロだとしたら引退しましたでしょ。あんちゃん、突角だ、突角だ、突角だ、そうです、はい、あ、うまいくね、漢字でね、突角とかけて ね、うまい。大体1時間過ぎてくるとうまいこと言う人増えね、そうですね、腕自慢に入ってきますから、そのうちアスカーでしょ。あんちゃん、どっか出してるやんね、どっか出してるんや。上半身裸ですからね。いや大丈夫です、しっかりニップレス合ってますから、大丈夫ですよ。山使えねえなーと。ちょっとね、勉強しますよ。あ、ちょっと今保留が青でしたね、あんちゃんの台。いや、あんちゃん食べるの夢中で、ちょっと保留変わったとか教えてくださいね、はい、本当に本当ですよ、食べるの夢中ですからね、
さ、あんちゃんどっから声出してるんやと。外から声出して。何？普通に声出してますよ。普通にね。はい。さあ、エリマネはもうすぐ200回転ハマりそうな勢いですね。いやー、潜伏怖いですね。怖いね、これは。トリプルスコアいきますよ。エリマネももう逆にどこまでハマるかやろうぜ。まあね、まあ、300ぐらいだったら全然ありえますよ、これ多分。まあそうですね、でも分母かける300でちょっとへこみますけどね。そうですね、分母かける3ですね、3倍ハマり、3倍ハマりはまあまあへこんでいいレベル、ですね、あ、ツイッターであんちゃんがレースしました、はい、2でテンパってましたね、これは、あんちゃんの、あ、じゃあ3位かかったらさ、3位ですね、なんか言ってくださいよ、うん、3位、あ、ダービーですね、ダービー、恵比寿よしかず予告、あ、エビスヨシカズが出た。エビスヨシカズ予告が出ましたよ。はい、お客様、閉店のお時間です。やだよ、こんなエリマネの状態で閉店ですって言われたらへこむよ、ほんとに。あー、あーもっとギジちゃん。ギジちゃん、ギジいますね。あ、ギジない。あ、アンちゃんは3番人気。はい。はい、アンちゃん、それ、終わるパターンですよ。イロホリューはランクアップボーナスに期待と、ハマって通常だからこの台捨てようぜエリマネ、エリマネ当たらずじまいやったら逆に面白いな、うん、エリマネはめるのが好きなんですねと、分かりますよと、うん、右打ち、あー、かぶせた、やばい、いや右打ちの確変ならいいのにねと、そうですね、そうなんですよね、エリマネ外れろ、うん、外れろ、むしろもうハマり続けてほしいと、チャンスアップゼロ、さあ、あんちゃんは、あ、やばい、やばい、あんちゃんは結構やばいよ、はい、3着、なんかね、ただの、ただの、ただの、あ、なんか赤いモーターが、さあ、あんちゃんは2で大当たりですね、いや、だからそういう、こういう台なんですよ、こういう台だと、はい、こういう台なんですよ、あんちゃん、あなたもですかと、あなたもいいとこ見せられないんですかと、突角は持ち越し不可ですかと、まあ、不可です、持ち越しはちょっとそうですね、ただ、今思ったんですけど、これ当たりなし、突角で、もし4ラウンド単発で終わった場合ですね、単発の方が出玉が多いっていう、あー、確かに6ラウンドは取れますからね、はい、この台怖いよーと、エリマネ保留に、ガラオケン刺さるのを演出見せてと、剣飛んできたらいいっすねこれね、ちょっと剣飛んできてほしいです、いやでも次のガロのここのめちゃめちゃでかい剣ついてます、あー、めちゃめちゃでかい剣ついてますね、あれはね、剣を押し込めとね、なかなか楽しかった、うん、本当にこの台怖えと、まあでもね、こうなる可能性もあるというのをね、皆さん頭に入れといてくださいね、私ちょっとリーチのお知らせじゃないですけど、あと1回転で200回いきます、あー、継続回数終わっちゃいます、あれ、はい、あんちゃん終わり、あんちゃんは2連で終了、はい、まさかの、まさかの終了です、はい、早かった、フェイスオブエビスハヨウと、そんなのついてるんですかこれは蓮舫3着じゃダメなんですかと、蓮舫出てきたから今度、あんちゃんいつの間に落ちた、あんた早すぎて気づかんかったわと、いやー、2でリーチかかって当たっちゃって、あっという間でした、はい、AKB にはノコギリついてましたか、ついてないです、しょぼい、こやつら遊んでおるのですよ、あんちゃん落ちる白目、恋姫なら保留に清流と刺さったと、あ、恋姫無双にはそういう演出がついてたんですね、あんちゃん恋姫無双好きですよね、あ、昨日打ってきました、昨日打ってきたんですか、はい、どうでしたか、面白かったですよ、面白かった、はい、あ、あんちゃんエース連携の大好きなんで、ね、ああ、はい、そうですね、ね、あんちゃんこの間はうちでも勇敢クラブ、打ってましたね、はい、上参りますもんね、うん、アマレジありますね、はい、はい、ブヒブヒ、この台どんな持ち玉、どんどん持ち玉飲まれるよねと、まあまあ、潜ったりするとね、そういう可能性が高まりますからね、そうですね、まあ、その分、山ちゃんみたいにね、
こう右打ちで大当たり引いた時には 50% で2000発取れる、はい、2400発の、ね、払い出しのある大当たりになりますんで ね、 まあね、なんだかんだあれだけで5000発ぐらい出ましたもんね。そうですね。あんちゃんは既婚者ですかと。未婚です。未婚、はい、募集中と、はい、はい、いうことなんでね、ぜひ興味がありましたらね、ぜひあんちゃんに会いたい方はね、とつか店に遊びに来てくださいよ、はい、もう本当にね、ハート様の格好で お待ちしておりますよ本当に、だからその 50% が見たいんだよと。待ってくださいよ。そう、それはですね、それはもうエリマネがこの後ね、いっぱい見せてくれますから大丈夫ですよ。いっぱい見えますよ、ただね、ちょっと300回前まで待ってください。スペック的には実質マックスだよねと。そうですね、うん、そんな感じですかね。皆さんはシーサー知ってますよねと。シーサー？シーサーって楽しいさ？違う、シーサーですよね、ライターさんですよね。そう、あ、はい、知ってますよ、はい。あんちゃんは？知らないです。あんちゃん知らない、はい、昨日ね、キコーナルのね、店長のじゅんちゃんがシーサーって何ですか、誰ですか、知らないです全然って言ってたんで、街道日記の方ですよね。そうです、この台やっぱり辛いですかってことなんですけど、どうですかね、まあ、展開次第っていうところはあるのかな、ね、まあだから、うん、239の確率の機械っていうふうに考えると、ええ、辛いってなっちゃいますよね。ああ、この確率の機械だと考えれば辛いけど、うん、まあ、もっとこうマックスって考えればね、そのそうなんですよ、ええ、本当はそういう説明したいんですけど、ええ、今当たった山ちゃんとあんちゃんの出玉がこんなもんなんで、ええ、ちょっとそれに全く説得性がないんですよね。そうですね、うん、はい、だから私がちょっと連チャンして、はい、いいとこね、239だけど、ええ、このマックス木並みの、はい、出玉期待がありますよ。そうですね、ぜひ見せたいです、ね、はい、それをね、今エリマネがね、一生懸命やってるんですけど、潜伏学園で220ゲームハマってるエリマネがこの後、はい、見せてくれますんでね、はい、ようやく3倍ハマりぐらいにね。そうですね。おーい、おー、山ちゃん発展、なんかね、レースリーチになりました。はい、これ結構いろんなとこから発展するんですね。はい、今ダブルリーチからのいきなり、はい、出走っていう、はい、あ、 G1 だ。エリマネ頑張って。頑張ります。エリマネ言い訳いいから早く当てて。当てたいのが私は一番当てないですよ。はい。なかなか。エリマネの潜伏から突角行って4ラウンドのコンボ来いと。あ、突角4ラウンド終了みたいなね。あ、それも見せたいっちゃ見せたいですね。エリマネ確演中の絵はもう撮れてるから。そうですね。4番人気って。やばい。ちょっと微妙ですね、シーサーは負けてばかりですわだと、まあ、そういうところが結構親近感持てるんじゃないかな、うん、お、すごいでもなんかすごくなんか謙虚な方ですよね。そうですね、ああいうところがやっぱりその好感度が上がるポイントですね、はい、うん、そういうしっかりとした返信をするとか。そうですね、うん、だからちょっと天狗的な人いっぱいいますよ、ね、あ、まあライターさんね、たくさんいらっしゃいますからね。いますよ、あの方元店長さんですからね。さあ、あ、山ちゃん、さあ最後の行ってしまえ勝ってしまえ、押せ、あー、残念。どうなんですかね、さっきなんか 3D みたいな、はい、進撃のあれじゃないとダメなんじゃないですか。あー、 3D みたいにならないとちょっと弱いかなっていうところはある。今のデカ進撃でしたもんね、うん、協定好きじゃないけど演出がよくわからんなと。まあまあ1位になればいいんですよ。まあそうなんですよ、とりあえずね、うん、そうなんですよ、1位、はい、1位を取れるっていう、はい、今日の罰ゲームはドロップキックでお願い、ドログバキックでお願いします。ドログバキックタイキックならぬ、ドログバ、シーサーをキコーナーに呼びましょうよと。おー、ライターさんね、戸塚付近で心霊スポットってありますか、または行ったことありますかと。心霊スポット、うん、逗子と鎌倉の間にある名古屋のトンネルってところが、はい、心霊スポット、はい、そこ上があれなんですよ。なるほど、仮想場なんで心霊スポットがあると。横須賀にありますよ、横須賀。どこですか。横須賀にあります。横須賀心霊スポットあるんですか。はい、裏側、あれなんていうとこですか、あんちゃん。裏側の方に抜けるね、
一方通行のトンネルがあるんですよ。なんかそこがああなんか地元の子たちは心霊スポットって言ってます。やっぱまあ全もう全国的にいろいろありますよね、心霊スポットね。まあそうですね。試しに席替えしようぜと。あ、席替え。こう亀田市の関係あるからね。まあさあ残り40分。さあエリマネは残り40分で潜伏学園から抜け出せるんで。皆さんよく考えてくださいよ。確変を一番長く打ってるの俺ですよ。まあ一応そうですね。そうすよ。一応そうですね。確変を一番長いこと打ってますよ。戸塚店深夜に白いドラえもん出るよと。あ、確かに。たまに出ますね。一食目ドラえもん食べてますけど。ふてこいドラえもんでしょ。ふてこいドラえもん。ものすごいふてこい。出ます出ます。出ますよ。今日は裸になってドラえもん食べてます。エリマネ言ってることはかっこいいけどダサいですよ。まあね、格変長く言ってますけどね。一番長く。ドラ焼きって今何個食べました？今ですか、うん、ちょっとペースが遅いんじゃない？ドラ焼き1個、1個もらっていいですか？10個、でも 10個目ですよ。10個目、はい、遅いでしょ。遅いよ、遅いよ。いつもはもうだって30分ぐらいで10個ぐらい食べてるじゃん。そう結構プチ、だってこれプチドラ焼きですからね。そうですね。あずけんさんは元気ですか？元気ですよ、まあ、昨日お会いしましたよ、放送でね。あ、元気でした？元気です、元気です。はい、最近ようやくちょっとずつ寝れるようになってきたって言ってました。ちょっとだけって。学園一番長く打ってるのはエリマネだけど一番飲まれてるよ、まだ。いや、最後の最後にバババババーンと。そうですね、時速のスピードも見せますよ。そうですね、もう V モンキーでね、そこをかっこよくね決めてくれると思いますよ。行きましょう。はい、和骨です、こんばんは。もう見せ場ありましたかと。まあ一応全員大当たりしましたよ。はい、そして画面向かって左側のエリマネーターの台は今潜伏確認中なんでね。そうですね、もうあの通常の連チャン5連チャンした後の潜伏。いやよくわからないですよ。罰ゲーム預けんカットインでもいいです。あ、預けんさんね、まあ、横須賀に預けんカットインじゃなくて、預けんカットにするっていうね。あ、預けんカット、究極の罰ゲームですよ。預けんカットいいんじゃないですか。いや、預けんカットはまあまあ。ハードル高いですね。ハードル高いですね。これなんかエリマヌンダイブずっと音楽が流れてる感じですか？あ、そうですね。そうですよね、なんか女の子の歌がね。この辺はやっぱメーカーさんもやめにくいようにね、多分作ってくれてるんですよね。そうなんですね。あんちゃん息してますか？はい、行ってます。はい、バババーンと言って、お客様閉店でございます。まあね、そういう展開よくあるよね。慰めの歌ですかこの曲はと。まあね、こんなに長く聴ける機会もあんまないと思いますよ。これすごいな。はい、エビスさんだ。あ、エビス。お、エビス連続予告。はい、議事連。そろそろ来るかな？そろそろ来るんじゃないですか？いやー、また青だな、うん。これででもまあ議事さんすれば。いやいや、ちょっと難しいっすわ。うん、エリマネ、ね、何発ぐらい飲まれて、何箱ぐらい使ってますかと。3箱。はい、ぐらいですね。恵比寿2回来たら暑いんだけどなと。なるほどね。それで議事さんは行くってことですかね。もう完全に視聴者の方も恵比寿さんに関してはもう呼び捨てですよ。まあまあ、まあまあ偉大な漫画家ですよ。まあまあベテランの漫画家ですよね。恵比寿呼ばわりですよ。エリマネ金払って音楽聞きに来てるだけやんとね。いや、違います。だから、でも、ここから連チャンすればね。そうですね、まあ、確変中ですからね。そう、まあ、全然この後盛り返してる。分かってないな。はい。お、ちょっと山ちゃん、なんか熱そうなの。いや、これね、罰ですよ。罰、あ、ダメ。はい。確変中の確率は何分の1ですか？ 77. 点いくつだったかな、確か。 77.74 ぐらいの確率ですね。あ、はい、やば。何？え、はい、ああ
剣巻きが。なるほど。さあさあ山ちゃん、ちょっとあれだな、ちょっと何、ちょっと何、潜伏を早く引きたい。ああそうですね、そう、おボートレース、うん、今ね、今何回転ですか。261です、ね、261。いやー結構余りますねこれすごいな、うん、ちょっとだけだよ、だけよ、プロ入ってきたんですけど、エリマネまだ潜伏なのその通りでございます。まだまだね、大当たりの瞬間見れますから、潜ってますんでね、皆さんちょっとね、お付き合い願いたいと、あなたのお風呂上がりを待ってました、はい、待ってましたよここから連チャンすればとか負けフラグ立ててるだけじゃねえか、私はどんなことがあってもエリマネを応援し続けますと。いやー嬉しいですね、ありがたいですね、はい、景品で一番交換多いのって何なんですかねと。交換が多いの、うん、よく出る商品なんすかね。はい、飴、何何何飲み物でしょ、飲み物でしょ、飲み物ですね、ジュースが一番多いですね。あ、ジュースが一番多い、はい、エリマネ当たったら教えて、寝るから通常時の分母超えました、あ、そうだ、通常時の大当たり確率239分の1だから、それ超えてるもんね、エリマネ、通常確率で当たった時よりもハマるなんて KS 代ですかと。いや、そんなことはないですよ。いや、ただね、潜伏中の潜伏は右打ちですね、いますか。そうですね、エリマネ早くハートこれね、何なんですか全くあの暑い日は来ない、暑いのが全然来ない、とにかくひどすぎるわな全部あの髪の毛が青い女の子ですね、これ、さあ扉が開いております、うん、さあ残り30分。あやばい、やばい、もう一回ぐらい当てたいですね。そうですね、まあ今週はウィングダウン打ったわけですけれども、はい、来週何打ちますかね。早いですね、まあ潜伏中なんでね、まあまあまあそうですね、来週何やりますかね、うん、どうしようかな、なんか真相回転は、あ、でもまあ想定の件今週ね、そうですね、にありましたね、10台、はい、はい、そしてウィニングターンが5台と、はい、ということで戸塚店はね、今週新速回転オープンしましたんでね、入りましたからね、ぜひ寝台打ちたい方ね、遊びに来てください、はい、ぜひお願いします、はい、あ、ビジター、エリマネ、いやいや、これね、全然全然全然、お客様、閉店まであと30分です、はいあれ、誰か基盤に細工してますか、してないですよ恋姫配信はないんですかと、恋姫ちょっと導入ないですかね、そうですね、はい、バンヘルシング、バンヘルシングありますか。バンヘルシングありますよ、はい、バンヘル見たいですか。見たいんじゃないですかね、最後にガロ、最後にガロ、エリマネ見てるとロング ST とかで10連させるのが神がかってるよねと、あ今の状況、ウィニングターンっていう台面白いらしいよ、面白いですよ、うん、面白い面白い、うん、配信用にポチーズ30台導入しようよ羽物ですか、エビスが捕まると確定ですかと、ないですよそういうのはね、いや捕まりましたね一回、一回ね、うん、なんか麻雀かなんか、麻雀ですね、あれテレビで言っちゃったんですよね、そうですね、 あれでちょっと警察が怒るっていう、ね、そうそうそうでも捕まるところは らしいといえばらしいですよね、あそうなんですか、いやあの麻雀で捕まっ、賭博で捕まっちゃうっていう、まあ、ギャンブル大好きですからね、はい、まあそうですね、うん、青止まり、まあ、ウィニングターンはどうですか、人気の方は戸塚店では、まあまずまずですね、まずまず、はい、やっぱ寝台は人気ありますよね、そうですね、はい、お、あ、モンキーチャンス、チャレンジな、はい、あ、緑、緑、山ちゃん、とりあえずここから疑似ってくれれば、はい、チャンスですね、よし疑似った、
止まれ。はいはい、あんちゃん、ね、もう一回来ればね、うん、あんちゃん食いすぎて逮捕。いや逮捕、逮捕も何も、こう4月の1日に健康診断で引っかかりますか、はい、今何個目リュッポリーシャーだな。はい、何個目今10個食べて。結構難しいな。10個確か10個食べて。はい、早く食べて早く食べて、残り30分だよ。今日の MVP はエリマネだな。そうでしょうね。だってずっとスーパーチャレンジ。そうそうですね。エビさんはあんなに穏やかだけど唯一家族のこと言われると切れるんだよと。そうなんだ。景品でも時計とか財布とか高いもの交換する人っているんですかと。はい、まあいると、中にはね。はい、まああれですよね、子供、例えばあの何ですか、クリスマス前とか、あの子供の日前とか、やっぱ子供用のおもちゃとかも結構出たりするんじゃないですか。ああ、出ます出ます。ね、やっぱそういうのは結構。アンパンマングッズだったりとか。そう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 。あとミニカーとかが、ええ、大人の方がコレクションで持って帰る人。ああ、ミニカーよくありますね、パチンコ屋さんの景品で。はい、ああ、ああいうのも人気があると。はい、このエリマネの状況と、もうね、もうすぐですよ、もうすぐ、もうすぐね、来ますから。あんちゃん、よく赤保留とか来たね。うん、保留変化あんましない感じですか。あんまりしないですね。うん、大人のおもちゃは置いてありますかと。いや、ないですよ。はい、いいですね。戸塚店はどうかなんですかって聞いちゃいけないんだっけ。そうなんですよ、聞いちゃいけないんですよ、すいません。こういうね、答えられればいいんですけど、ちょっとねこの辺は答えられないんですけどね、変わらないということで、お察しください。さあさあ、エリマネは今何回転でしょうか。おっと、まさかの、まさかのミドルスペックぐらいの、なんとエリマネは300回転を超えてきた。300行きましたよ。はい、いや、どこまで行くんだこれは。あのお気味の確率までには当てたいです。360ぐらいですかあれ。358ぐらい、ね、358ぐらいまでには当てたい。当てたいな。いやこれ本当に自分がホールで経験したら悶絶だな。これこれ悶絶ですよ、さっき私冗談でこれ9時半からって言ってましたけど、さっきからさっき9時半だったらもう10時過ぎてますので、これ悶絶ですよ。これ悶絶ですね。エリマネまだ0対0だから台に集中しないよ、ね、エリマネ大パンしたいは心の声ね。あれなんかでかい、えでかカットイン、でかカットイン、はい、大人のおもちゃ置いてる店あったけど指導受けたみたいだよ。あ、やっぱダメなんだね。うん、いやライトミドルでおすすめの台は何かありますかね。いつもガロライトミドル打ってます。あ、ガロのライトミドルはいいと思います、私は。うん、あとは何ですかね、コードギアスとか。あ、ギアス、ギアスまあまあ人気、まあ人気はありますね。鉄拳なんかも、鉄拳、鉄拳今ライトミドル出てます。ああ、エリマネなんかライトミドルあります。ライトミドルですか。モンハンじゃないですか。あ、モンハンね、うん、あ、私は古い AKB 好きでしたけどね、結構打ってました。確かにね、うん、私大嫌いだったんですけど、あんちゃんに打て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 って、ちょっと打ったら、案外勝ちましたね。あ、結構出るとき結構出んすよね、あのだ。そうなんですよ、うん、あの辺は結構いい作りしてたな。しかも微妙に、確率が199だからかわかんないですけど、あのアンコールでバンバン引き戻すときあるんですね。あ、よくあります、よくあります。モンキーチャレンジ、あ、モンキーチャレンジ、あんちゃん潜伏する可能性がある。モンキーチャレンジ来ました、あんちゃん。さあ来るかな。決めらんないでしょ。さっきはこれで入ったんですよね。あ、青だ。さっきカットイン何だったんですか。いや、まあ、なかった。いや決めらんないでしょうね。ダメだろ。ほらね。あ、残念。ほらね。ほらね。あ、ナイターモードで。ナイターモードで。上が光ってる。上が光ってるよ、ナイターモードで。ということはこれも。エリマセネと同じ潜伏状態にアンちゃんも突入しました。 残り25分ですから。いやでもね、まだまだ私の300回までにはまだまだ遠いですよ、はい、そう300回までついてこい、はい、ということでアンちゃんも内部確認入りました。
あんちゃんもエリマネモードか、うん、あんちゃんも、なるほどね、あれじゃあ V モンキーが決まったら、もう特格なんですね。そうですね、右打ちがついてくると、はい、ねえエリマネ今どんな気持ち、平常心ですね。エリマネ大パンしてもいいんだよ。いやいや、会社の財産ですからね。これであんちゃんが速攻で当たっちゃうんでしょ、どうせと。あれ、なんかあんちゃん熱そう。あんちゃん熱そうだ。あんちゃんリーチ、はい、エリマネと同じになった。エリマネ楽しそう。普通に一人で打ちに行ったらイライラたまんなんやろうなと。扉が開いております。はい、エリマネ通常状態変わらないと、うん、アリアがいいと思う。あ、アリアはいいと思うね、うん、アリアライトはあと置いてる店が少ないんだけどと。まあ少ないですね。新しい AKB はどうだったってことなんですけども、まあ、この辺はねちょっとまあね、あんまり変わんないっちゃ変わらないですね。そうですね、前作の AKB ってそんなに中身変わらなかったかなっていう印象ですかね。はい、はい、まあそれがいいのか、うん、いいと思い取れるんですけどね、うん。ラムクリ仕様って言われてます。あんちゃんエリマネの屍を超えていけ。いやいや、まだ屍なさい。あんちゃん通常引きそうな予感がする。でもね、そうなんですよ、そうなんです、これ確変とは限らないんでね。そうそう、女の店員に注意されてる扉が開いています。そうですね。さあ、あんちゃんは来るかな。あ、そうか、逆にだから潜伏中にモンキーチャレンジとか来た方が熱いってことですね。おー、あんちゃん大当たり一着、確変になるかならないかですね。はい、早いね、6回転って。6回転、こっちは325です。エリマネは320回転を超えてきている。325です。さすが潜伏、すぐ当たるねと。いや、予定調は5で当たったんですか。5で当たったんです。お、5で当たったから、これはもしかしたら格変の可能性もありますよ。どうですか。エリマネの冷たい視線が…てん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 。ねえエリマネ、どんな気持ち。ずっとデジャブを見てるようですよ。え、何ですか。同じ演出ばかり見てるんで、ええ、常にデジャブ予告。あ、常にデジャブ予告だと。画面が常に青いですよ。ああ常に青い。それ多分もうデジャブフリーズです。いや、フリーズもしない。結構余ってますね。エリマネの貧乏ゆすりで台が揺れ出した。これはやばい。エリマネそろそろ当てていいんだよ、白目。嬉しいなこれ。さあ、あんちゃんがこれは格変来るかどうかっていうのもありますね。どうですか、あんちゃん。いや、何も落ちてこなかったんで、ええ、これでもね、そのナイターって出た後に、はい、モンキーって出たりする。そう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 。あ、そうなんですか。さっきそうでした。あんちゃん、どら焼きも食べてね。この後はこれが割れて、あれ、割っちゃいました。はい、あんちゃんおめでとうございます。あんちゃん通常ありがとうと。潜伏台を捨てる勇気も必要だよ、かっこ震え声。エリマネ普段から引き弱いんですかと。そんなこと絶対ないはず。どっちかっていうと多分強い方じゃないですか。そうですね、うん。エリマネ仕事しろよと。頑張って当ててください。これやばいな。クパなし。エリマネの舌打ちが聞こえてくる、わらわら。あんちゃんどら焼きからの復活はなかったね。10% くらいだっけ潜伏と、うん。エリマネ、あんちゃんが速攻して内心嬉しいだろと。いやいや、う嬉しいとかないですよ。あんちゃん通常でエリマネ大歓喜。そんなに小さい人間じゃないです。ということでね、残り20分、よし頑張るぞ。このままエンディングを迎えてしまうのか。エリマネ、でもそれはそれでレジェンドですよね。まあレジェンドですね。だってね。だからそしたら多分400回いきますから。そうですよ。そしたらね、あの放送時間中ほとんど格言打ってるのに負けるっていう。面白いです。面白いでしょその結果。それはそれで面白い。エリマネ潜伏のまま終わろうと。それ確かにレジェンドですよ。もうそしたらもうミスター潜伏っていう名前でしょ。
3つの味だね、エリマネ、エリマネイコールエリアマネージャーですかと。イエス、はい、いやこの放送3世からクレーム来るよ、わらわらでもしょうがないですよ、これが事実ですからね。まあね、三世さんはね、いろいろありましたからね、はい、桃源が180年終わったりとかね。そうだね、いろいろありましたね。もうすでに2回出てますからね、180、はいはい、そうですね、もうすでにいろんな加工を残してますからね。エリマネの台の中の人、俺の横で寝てるよ。こうなったらエリマネ、台を少し休ませようか。いやいや、残り時間考えてないですよ、休ませてる場合じゃないでしょ。千万ね、早く当てれば、千万ね、千万ね、千万ね、分かんない。エリマネ、その台ラムクリしないで明日お客さんに当ててもらおうよ、わら。いや当てますよ、このままエリマネ大丈夫ですよ、当たりますよ、20分ありますから。やばい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 、あの沖海の確率超える。やばいやばい、あと5回で沖海の確率超える。よしよし、あーちょっとチャンス、よし、山ちゃん、ギジさん、はい、あーこれは来た、あこれは来た、マネージャーの松井、あなんだこれ、いやいや、これは来た、自分のも熱い熱い、山ちゃんのも熱い熱い熱い、はい、赤ですよ、一着を取ることが面白いと。はい、山ちゃんもチャンス、ギジさん、画面向かって右側はギジさん、あ、誰かいた、そしてエリマネの台もチャンス来た。いや、さあ落下、落下、落下してくれ、あー落下はないか、落下はない、はい、エリマネは、いや、これ、いや、これはもう当たれば、あれあれあれ、嘘だろでもあれモンキーチャレンジ行けば右打ちになりそうでしたけどね、うん、エリマネ引きよはわらわら、これやばいな、実写だったのに、うん、エリマネが吠え出したよ、さあ女の子だらけ、はい、4茶4番人気はきついな、知ってたわら、20分くらい休ませないよ、お客様閉店時間ですね、閉店時間、さあ山ちゃん、はい、ちょっとチャンスじゃないこれ、ちょっとチャンスですねこれ、今のはひでひょ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 、ギジさんで何もなしと、うん、あら、さあ山ちゃんここで当たるかな、いや厳しい、ちょっと弱い、ちょっと弱いですね、うん、ここがなんかこれが赤くなってくれればね、うん、あ赤くなった、はい、なんやねんこれ、はい、さあ押せ押せってくると思います、はい、おどんどん、おっと山ちゃん来るか、頼むよ、あーだねー、はい、あれあんちゃん先輩、あー違うか、違います、あれちょっと地震じゃないか、今地震ですか、揺れてますね、揺れてないですか、俺だけ、あ若干揺れてます、ね、若干揺れてますね、地震が揺れてる、揺れてる、皆さんちょっとね、あのお気をつけてくださいね、はい、地震なんでね、ちょっと警戒しといてくださいね、はい、エリマネ大きい声で言っちゃうよ、 KS 台って、いや言わない言わない、揺れてるよね、うん、これは延長だね、エリマネ時間内で当たらなかったら、自腹延長枠だな大丈夫大丈夫です、当てます、はい、さあダメ、はい、地震でも配信画面揺れないんだな、と、あ揺れてなかったですか、貧乏ゆすりがここまでてんてんてん、いやいやしてないですよ、この地震は何かの前兆ですか ね、地震とか本当に自然災害は、ね、危ないんでね、皆さん本当警戒だけはしておいてくださいね、はい、はい、進撃で島が揺れることはあると、あ進撃アタック強く押してね、あ確かにね、あるね、ああ山ちゃん外れちゃいましたね、ギジさん、ああ扉が開いております、はい、あこれ熱いんじゃない、あじゃあダメだ、青保留、山ちゃんは青保留ですね、はい、はい、ちょっと色が変わってくれればっていうところですね、あ緑、あ緑、いや緑になりそうでならなかったです、あ青のまま、はい、はい、あちょっと弱いな、うん、
エリマネイライラすんなよガチャガチャうるせえぞと、それあんちゃん、あんちゃんの台ちょっとね、あんちゃんの台ちょっとね、なんか詰まっちゃったんで、ちょっと詰まっちゃったね、はい、圧力さすがプロ、エリマネ笑顔でこっち向いて全然笑顔です、全然笑顔ですよ、もう370超えましたもん、370超えた、はい、はい、これは待望の400台が見えてきましたね、これ400いったらまあまあレジェンド、いや、まあ、レジェンドですよ、レジェンドです、うん、もうなんかこの、はい、女の子の歌はもう暗記してきましたもんなんかこのなんかちょっとユーロビートっぽいやつなんか暗記してきましたもん確かにあの400回でずっとその曲です、多分私今日ねこれ車で横須賀帰るときね、ええ、口ずさみますよこの歌で嫁に何その歌って絶対言われます、ね、最近私ずっとあのアラと雪の女王だったんですけど、あ、そうですね、もう今日からこれに変わりますよこんだけ聞いてたら、こんだけ聞いてたら、通常保留で女の子が乗ったところに画廊券刺されば確定でしょう、わらわらそうそう、逆エンブレムとか来てくればね、サムケナオジワラ、エリマネこのまま当たらなかったら部長の桂木枠に一言よろしくお願いしますと、あ、これは相当イラついてるわ、チョコでも食って落ち着きなさいと、エリマネの今の顔映してください、睨まないでわら、夢で流れてくるんじゃないんですかこの曲と、うん、可能性はあるよ、あ、なんか緑あ、モンキーチャレンジじゃないですか、お、ちょっと来た、いや、来ないでしょ、こんなのこんなのダメ、こんなのなんか予想やリーチただの、あー、残念、アマデジハマってますな、わらわらと、そうですね、あ、モンキーチャレンジ行けば、お、モンキーチャレンジ行くか、行け、行け、ちなみに今これは来たんじゃないですかね、何回ですか、377、縁起がいい、お、いいですね、縁起がいい数字ですね、V モンキー決められるか、あー、青、でも浜田屋健吾ですからね、うん、行くでしょ、お、ダメうわー、マジっすか、潜伏継続ナイターモード、小当たりあるんじゃないですかこの台、多分これ小当たりですね、はい、今当たってないですけどね、プギャー、潜伏継続、飽きましたわこれと、戸塚の人はラブライブ知ってますか、ラブライフ、ラブライブなんすかそれ、アニメですね、あ、ちょっとわかんないですね、あ、ちょっとわかんない、皆さんわかんない感じですね、はい、変化なし、前半0対0、エリマネ久しぶりの見せ場で、バラーとダメでしたね、すごい小当たりは引けるんですねと77分の1より小当たりが先に来ちゃうっていうね、うん、エリマネに、追い打ちの小当たり本当に追い打ちですよこれ、エリバネ多分内部通常やねとこれもう少しでガロの確率超えますよまあね、皆さんこういうこともあるということでね、認識しておいてくださいね、いや、やっぱり認識してほしくもないですよガロファイナルの確率超えちゃダメでしょ、三瀬さん、三瀬さんね、本当にもうちょっと考えて作ってくださいね、やっぱね、いかに右打ちに早く入れるかってことですね、そうそう、そこが大事だいたいね、三瀬さんのスイッチオンって怪しいっすそうですね、うん、でもこの台もあるんじゃないですか、スイッチオンなんかスイッチオン保留とかあるんですか ね、ありそうじゃないですか、ありそうですね、うん、だったら早く来てほしいですけど ね、知らない人多いんだね、ラブラブ、そうですね、これがあるから潜伏ある台は嫌なんだよなと、うんうん、エリマネイコール小当たり君に改名しようか小当たりは1回ですからね、むしろ潜伏くんですよ、本当に、さあ、疑似連からの、いや、リーチにはなりますけど、もう普通のリーチで発展はちょっと終わるっていう、はい、残り10分です、はい、はい、で、このままだと誰が罰ゲームなんですかねと、このままですか、このままだとね、
まあ、アンケートで決めてもいいんじゃない誰が見せられなかったですか今日一番っていうね エリマネハンドルに力が入りすぎててパキパキ言うとるかなパキパキ聞こえます、やっぱり、まあね、本当ね、ハンドル握る手がだんだんね強くなってるかもしれないですよ本当この台怖えとこの放送見てよかったとあ見ていただいてありがとうございます、もちろん4択で圧力も入れようといやいやいやそうです、ね、おかしいでしょ圧力のカステラで一服しようかとそれはねあの横須賀で、ね、やってやりましたねエリマネはさすがに罰ゲーム回避だろうこれはいやいやそんなことないですよ、さあダメ何なんですかねこの台何でしょうねちょっとここまで来ると本当に潜伏なのかどうかが分かんなくなってきちゃう、ねうん、そうですねだからこれ上昇中でずーっと出てるからものすごい上昇してるはずなんですよものすごい上昇はしてるはずだけど、はい、そうですなんか溜め込みが長いですねそうですね、あと2回でねガロの確率超えますついにレジェンドが生まれますよもうこれでガロの確率超えたらこの旧ダイヤバトの確率超えるまであります500ですか499まで実は潜伏じゃないんじゃないかといやそうだとしたら私今から三世に電話しますこの台壊れてるんじゃないですかあクラッシュある意味、自己放送だからみんなで罰ゲームしてくれよエリマネは 今この状況が罰ゲームだからなとそうですよね、これちょっとしんどいですよ、うんもうエリマネが当たったらエリマネ罰ゲーム当たらなかったら圧力でいいんじゃないかとおかしいでしょと俺がねえ本当にいや今日何気にねこれあんちゃん初当たり2回ですねでもあんちゃん全然出玉ないですよ出玉はな い, ない、うんはい、ということなんですよ私がちょっと出したら、あ400超えたエリマネーターただいま潜伏確変中400、回転超えておりますああね404ですよ、はい、ちょっとね画面上見せましょうかはい400回転超えましたすごいっすねこれなかなか見れないですよなかなか見れないっすよ、レア映像をお送りしてますんでね、皆さんね当たるまでお付き合いお願いしますはい出玉的にはあんちゃんが一番あじゃあ山ちゃんが一番そうですね、はいうんあんちゃんはもう1回ぐらい当てて出玉出さないと、はいまあ、私に抜かれるでしょうねそうですねこの後ね V モンキーで1回ね16ラウンド引かれた瞬間にもう抜かれますからそうそう、はい出玉減り続けてるあなたが言うな屋台の敵屋みたいに当たりを抜かれてるんでしょこれってあの敵屋のねくじみたいなやつねカウンターの故障と落ちですよねこれきっとそれもないと思いますねエリマネ何箱飲まれてますかとこれ都合な5箱目はいぐらいですかねあエリマネみたいに潜伏ハマりしている人の隣座りたくないわとなんでですかイライラしてる可能性が高いからじゃないですか あでも緑ここでギジさんすればようやく来るかなもう一回欲しいところですね、はい、もう一回欲しいですねあんちゃん心の中でエリマネ当てんなよって思ってるあら潜伏ハマりをツイッターで上げてねエリマネの台444回転で当たったら単発だよここで単発やなサメが出てきますよ、さあどうですかエリマネどんだけド M なんだよと当てたいですよこんなのすぐみんなでもね甘デジでも1000回転ハマるときありますからねまあ確かにねそう考えればなくはないから、ね444で、エチゴザメですかとあーダイト枠なりダイトんダイト技研エチゴザメうんえへへへへへ
あーはい、うん、さあ残り2時まで5分でございます。エリマネ本当に1時間以上やってますね。いや余裕で1時間以上エリマネ自分を責めるタイプだな、わらさあ潜伏が1時間以上ってでもすごいですよね。すごい、これは、ある意味神放送やなと。いやなかなか見れない、本当、ね、うん、本当にこれ神動画になりますよ。ハズレが潜伏中です。うん、あんちゃんどら焼き進んでる？いや進んでないです。お腹いっぱいなの？お腹いっぱい。あんちゃんちょっとエリマネが潜ってる間食べ続けて、ちょっとお腹の中だけ潜らせないと。うん、どうですか、あと何個ですか？ 10個、あと10個、10個で箸が止まってる。10個で箸が止まってる。いけるよ、いけるよ。まだまだ僕1個食べましたよ。圧力さんが結構食べてくれる。私どら焼き食べてもいいですか？あ、どうぞどうぞ。あ、いいですか、ありがとうございます。すいません、いただきます。やったどら焼きだエリマネ天福王じゃなくて潜伏王だねと。あ、うまいこと言うねエリマネ潜伏楽しみすぎやわ。うん、全然楽しくないですよ。潜伏確認してよと。まあでもこの画面ずっと一緒ですからね。まあそうですね。うん、でもう多分このスーパーになった時点でもう潜伏ですよね。ですね。はい。あんちゃんこの後フランスバーガー食べなあかんもんなと。そうそうそう。マックのね。マック今あ、もうフランス出てるんですか？うん、フランスってどういうやつなんですか？なんか何なんですかね。トリュフとか？いや、ないでしょまあ、日本も出たんじゃないですかね。あ、マジですか？メンチカツですよね、うん、日本はメンチカツなんですよ。日本はメンチカツ、はい、うん、1時間同じ画面とかわらわらそうですね逆に言えば電サポ中にも400ハマることもあるってことが怖いわ。そういうことですよね。ああそうかそうか、そうだね。メンチカツ重そうだな。後味悪くなるからエリマネ当たるまでは放送してねと。あ、なんか元気がなくなってきましたよ私これいっちゃうんじゃないですか大台。これですね、ただいま438回転。やばいメンチカツじゃない方も美味しいよ。あない、日本って何個もあるんですか？いや、日本じゃないやつじゃないですか。あー、なるほど。ちょっと調べましょうかね。あ、なんかこれちょっとね、なんかちょっと連チャンっぽい感じはします。チャンス？いや、わかんないですよ。はい、横西とかね、ちょっとね、ないっすわね、あんちゃん。はい、ちょっと山崎智也どうなって、どうしたのって感じですよね。あ、でも山崎智也結婚した時はあれ賞金を取りましたから、ね、いやでも山崎智也ちょっと B 戦ですよねさあどうだ。メンチカツじゃない方もいいよ。フランスバーガーはチキンカツにチーズハムだよと。チキンカツにチーズハム、うん、それでフランスなんですか。あ、うん、でもそれ食いたいですね、うん、腹減ってきた。このまま明日のお客さんに渡そう。順目、先読み、ついに来るか来なかったね。運命の444回転目です、はい。エリマネの台もはよ当ててくれって言っとると思うでと。あ、台の方からもね、うん。でもよく見てるとへそにこれだからさっきからなんかこのね、はい、345でこうボートレースみたいなのがちょっと来てるんですよ。はいはいはい。でもね全然 何も起こらないんですよ4でしょ、432とか、ね、当然も何も送らない。なるほど。何なんですかね。これではな、ちょっとしたなんか。あ、インニゲ。インニゲはちょっとね、強制としてはちょっといいですよ。うん、インニゲじゃないんですか。もう大体松井しげる、ウリュウ。あ、緑保留になった。はい。緑保留。あ、大丈夫かな。はい。山ちゃんエリマネ広角にしていいよ、エリマネの台が心霊スポットだったんや潜伏通常はこんなもんですよと。また食い物の話が始まってるし、どこかな。
そういえばスペイン負けちゃったね、どう思いますかと。いやーね、本当そうですよね、うん、いやでもみんな意外って言うじゃないですか、ええ、意外って言いますけど、ええ、オランダに 5-1 で負けて、ええ、今回チリに 2-0 かな、はい、もう 2-0 で負けてるんですよ、ええ、だからもうやっぱり4年前に優勝したメンバーなんでほとんど、はいはいはい、もう研究されてるんですよ。ああなるほどね、もうやっぱサッカーは早いですよね、うん、そういうところは。ああそういう対策がね、もうデータが全てね出ちゃってるっていう、なんかすごいらしいですよ研究が、誰がボールを持ったら、はい、大体平均何秒持つとかその辺まで計算してるらしい。すごいっすね、すごいらしいです、人でスペインのパスサッカーを止めるっていうね、はいはいはい、すごいな、ということで今年はやっぱり世界レベルですね、ブラジル、ドイツ、イタリア、うんうん、やっぱこの辺がやっぱ強いです。なるほど、電サポならまだいいじゃん、通常だとそうですね、今エリマネは通常でずっと打ってますよ。いやあれだな、いや私これ電サポでも嫌ですよね、すいません、ちょっとあの僕、はい、お手洗いに、あお手洗いにどうぞ。まあね時間も2時になりましたんでね、はい、じゃあ画面の方ちょっとあんちゃんに切り替えましょうか、こっちのカメラ、はい、すごいなこの機械、うんまあでもねあれですよ、あのありますからこういう展開はね、サッカー美人ばっかり映してるよと。あ、そうなの？サッカー中継ってね、うん、基本そうですよね。あ、そうなんですか。はいはいはい、あの各国の美人サポーターを必ず抜くっていうのが、はい、大体通例です、ね、はい、時間超えました。そうですね、2時です。一服しに行ったのかな山ちゃんってことでね。いや、トイレですね。あ、山ちゃん今ちょっとあん中一服しに行って眠くなっちゃったんでまあね、体に、ああこれはいい感じ、これはいい感じ、いい感じ、いい感じ、あいい感じ、いい感じ、あこれいい感じです。エリマネついに来るかな、来るか、ついに来るか、うん、あれなんだよふざけろよ今のはないわ、はい、今やどのスポーツもデータで勝負してるよ ね、 そ う、 ですね、そうなんですよね、優勝予想はどこですかと。いやブラジルでしょう、ブラジル、エリマネオカルトだけどデモ出ししちゃいないよと。デモ出し、オカルトね、通常画面に戻すってことね。ああやりましょう、じゃやりますか、はい、すがりましょうよ、なんでも、エリマネもこの台研究してたらハマらなかったのにねなるほど、なるほど ね、 なるほどね、サッカーみたいに、うん、ははエリマネ本心が出た、わらわら、ノーマルリッチじゃねえか、お客様閉店のお時間です、あ、これなんか熱そうじゃないですか、これなんか熱そうじゃないですか、本当ですか、テンパらないの何これ、保留なしだからじゃないですか、ちょっとね、あデモ画面戻して、デモ戻しね、デモ戻し大事ですよ、まあね、先週僕ガロで成功しましたから、いや言っときますけどね、私こんなこと絶対しませんからね本来絶対しませんから、エリマネちょっとねカメラ向いてくださいよ、カメラの方こっちを、私ですか、ちょっとエリマネこっちも、いやちょっと見せられない、目の下が真っ黒になってますよ目の下がものすごい真っ黒になってますあちょっとね、今の心境をちょっとねカメラに向かってちょっとね教えてくださいよ、ちょっと463回で、どうですか今の心境は、77分の1でしょ、460回、まあ、単純に計算してくださいよ、約80分の1で、そうですね460回、はい、ブンボリーかける何本だもう 5倍ハマりじゃん違いますよ、86ですよ、86-48ですよ、では約6倍ですよ、もうすぐ6倍ですよね、6倍ハマり、6倍ハマり、結構、まあね、私ね、結構天文学的です、でも 6っていう数字好きなんで、じゃあ480付近で当たると、はい、そうでしょうね、うん、昭和48年生まれですから、あなるほど、480回転台が熱い、うん、もう何言っても虚しいです、ね、これ本当にデモに戻るわからない、あの戻らないんじゃないですか、もうこの画面のままもう打った方がいいんじゃないですか、あ戻った戻った、来た来た来た、はい、これでしょ、はい、じゃあねデモに戻ったということで、ね、完全デモ画面ですね、あんちゃんこれ松井しげるって出るの、うん、いや見たことないです、うん、松井茂とか出ない、野中とか出ない、あ出ます出ます、野中、野中、あじゃあ激アツなんじゃないですか、野中和夫は、ああ見たことないです、黒明義明は、うん、はい、黒明は誰、見たことない加藤俊二とかもうないです、出ないんですかその辺は、多分出ないと思います、へえ
エリマネ涙拭けよやめたふり作戦ですか。エリマネこの台の評価はどうですかね。いやもう今年、ね、今年一番の機会です。あ、今年一番、うん、二度と打たないです。エリマネとりあえず謝罪しとこうか。大変申し訳ありません。エリマネ叫んじゃえと圧力倍やめて、やばいわ。北斗のアマデジって出ますかと。北斗のアマですか。はい、北斗のアマ、うん、は今のところは蒼天かな。蒼天が出ますよね。蒼天のアマが出るかな、はい。うん、ってことは777回転で当たってスーパーラッキーわらわら、うん、エリマネ昇天すんなよ。エリマネ見てるこっちがかわいそうになってきたよ。そうでしょ。エリマネ圧力にサッカーボールキックしていいよ。なんで俺なんだ。おいけるで。あたかも違う人が座ったかのように見せかけてと。大事ですよそれ、うん、それね、自らねのハイエナー的な、でも人変わると本当によく当たるからねパチンコって。いや本当そうですよね、うん。かやかや。なんか急に重くなってきたね。重くなっちゃいました。まあ別にね、エリマネに遠慮することなくね、山ちゃんとあんちゃんもね、まあそうっすよね、当てていただいて問題ないんでね。モンキチャ、モンキーチャレンジ、あんちゃんのモンキーチャ、あんちゃんのモンキーチャレンジ。あんちゃん来たわ。大して熱くないですよね。熱くないです、うん。これやっぱね、青だとダメだよな。うん、惜しい。あーダメ、店長ボタンスイッチ。こっから先頭に行くかどうかですね、うん。あ、これは小当たりですね、小当たり。はい、明日じ、故障中の台あったらエリマネが大パンしたってことでいいんですかね。大丈夫ですよ。見てない振りだ方が効果的ですよ。あーあー、それあのジャグラーでよく使うやつですね。あるね、あるね、うん。気づくと光ってるっていう、うん。まあこれもう500近いですね。480回で上がります。480、うん、今473回転なんでね。ああ当たります。これもうすぐですかね。じゃあもうちょっとですね。これで当たるでしょ、うん。今日は握ってきますって言ってますもん。ウリュウがそう言ってますか。はい、擬人にですね。はい、日本戦始まるまでエリマネハマってもいいよ。朝7時ですかね。でもちょうどあれですね、あ、先週はでもあれか、ワールドカップが始まった日か。そうですね。まあ、皆さんどうなんですか。結構見てるんじゃないですかね、やっぱみんなワールドカップは。いやー見るんじゃないですか、うん。もう寝ますねと、楽しいひとときありがとう。エリマネの台で流れてる曲聴きながら寝ますね。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また来週もね見てくださいね。よろしくお願いします。はい、さあでももうね、うん。ちなみに ガロ金色が出たら間違いなくガロ金色やりますからね。ああ、そうですね、金色になれですね。まあまあ来月は本当に注目してるリング、リングもね、ガロ、うん、カーボーイビバップでも、うん、ありますね。スロット鉄拳でも、ああ、鉄拳も出る。そうだそうだ。お、エビスさん出てましたよ今。もう一回エビスさんが出れば、ええ、チャンスかな。いやー出ないね。出ない出ないね。しかも青のままリーチ、うん。春日は何月ですか。春日は8月、8です、ね。はい、8頭ですね。はい、この台の、格円中の出玉スピードが速いのは認めるわ、うん。いやそうなんですよ、うん。でもエリマネ、あ、モンキーチャレンジ、モンキーチャレンジ、モンキーチャレンジ。エリマネ、運命の480回転。ああ、480回転ね。ええ、なんと運命の480回転ね。緑カットインからの、これは行くんじゃないですか。エリマネ来るか。押せ。おお、当たり。
ふざけんな。ただのね、ここから右打ちであと何回でようやく確変に入りましたね。ようやく来ました、ーゴールと。なんかね、ええ、一気に汗かきましたよ。今まで溜まってた汗一気にかきました。いやいやいや、来ました。よし、お客様は誠に申し訳ありませんが閉店のお時間でございます。いやいやいや、閉店時間は俺が決める。いやー、ようやく当たった、今の気持ちを一言どうぞ。今までの自分で一番褒めてあげたい。ワールドカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。名言出たと。いやー、よかったよかった。あのもう岩崎京子ちゃんの気持ちが分かりました。お客様はハンドル買ってお話してください。あんちゃんレース リーチです。 あんちゃんはレース中、はい、G3 なんで、うん、G3 でしょ、はい、あー G3 はダメですね。無理無理。あ、モンキーチャレンジ、あーモンキーチャレンジ、はい、エリマネおめでとう。ありがとうございます。ほら、いいね、頑張って。青じゃな。おお、なんと、ヤマちゃん、ヤマちゃんモンキーチャレンジ成功。成功した。ヤマちゃんも当たり。青でもいったよ、はい、そしてアンちゃんはダメです。ダメ、アンちゃんはダメ。これね、アンちゃんの罰ゲームが決まった瞬間でもあります。そうですね、ヤマちゃん当たりましたからね、はい、これで、ヤマちゃんが確変。そしてエリマネも、さあ、ただ右打ち中と。いい16ラウンドをとりあえず見せますか。ようやく見せ場が来ましたよ、ようやく、はい、16ラウンド1回引いたら1回引いたら1回引いたらあんちゃん抜いちゃうぞ。ですね、うん、持ちきこ来たよ。あ、どうもこんばんは。そこ打ち第2ストレートだな。エリマネ次は何回転はまるんですか。まあ右打ちなら早いですからね、400はまっても。そうですね。400ハマってもとか言うんだ。これで速攻打ちだったら台が壊れるな。いけ、これからです。でも480ぴったりで当てるって480で本当当てましたね。確かにそれはそうですね、宣言通りの、うん、ここからまたハマらないよな、エリマネ大丈夫だよな。大丈夫大丈夫、はい、ここまでされたら逆に嬉しくなれるな。16引いたらアタッカーが見たいと。あ、わかりました。さっきみたいにね、さっきね、山ちゃん引いた時映したんですよね。またじゃあ映したいと思います。まあ引けたらの話ですけどね、いやいや間違いなく引けますから。はい、やっぱね、あのこれ気持ちの持ちようだっていう気がします ね、先週のガロもそうでしたけど。ああ、気持ち大事。はい、あ、もう引ける余裕と思ってるならね、来るんですよ。まあ、そこは大事ですね。はい、はい、感動ありがとう、エリマネ。ああ、ありがとうございます。諦めないこと、それが大事。そうですね、あ、思い出した、山ちゃんアンパン買ってきて。パシリですか。本命ですって来ました。あ、来ましたね。さあ、電杯、はい、お、今だって来てますよ、エリマネ。何すこれ。あー、ダメか。はい、山ちゃん先に当てようぜ。そうですね。あ、でも SG 暑いんじゃないですか、うん、とりあえず当たりは確定ですからね、これ。お客様、速やかにハンドルから手を離してください。浜野屋健吾って言いますよ。あ、本当だ。あ、でも今村の方いいですよ。おー、一番人気。今村一番人気、これ来た。私の大好きな今村豊か、もうベテラン選手。ベテランですね。もう枝豆だ、もうすぐです。サッカーのパチってそういえばありますかね。ありますよ、ね、サッカーのパチ、はい、ありますよ。何ですか。ね、液晶がないやつでありましたよ、昔あったんですね、うん、あとワールドカップの記念のやつもありました、ね、3着まだと。あ、山ちゃんね、3着得意だからね、全米が泣いた。エリマネの今回一番人気ですから、多分これも、これもらいましたよ、うん、いや、さすがに一番人気でこれ行くでしょう。行くでしょう、うん、山ちゃん先に当てようぜと。まだ当てますよ。さあ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 、うん、ブルルッと来たいですね。ブルルルッと、うん、3D がね、出ればね。おせー、あれ
おー当たり、山ちゃん一着ゴールということで2000発の16ラウンドをゲット、来ました、ありがとうございます。その時のね、あんちゃんの顔がものすごい苦々しい顔しますよ、はい、来ました、また来週は何を着せられるんだろうっていう、キャプテン翼が出るって本当ですかと。あー、でも噂は出てますね。はい、じゃあアタッカー周りちょっと移していきますね。はい、上のアタッカーと下のアタッカーがありますんで、はい、これ見えてます。2個あります。はい、上のちっちゃいのと下の大きいのと。おっと、グラちゃん、あ、グラちゃんです、グラチャンピオン、エリマネもチャンス見えてますか。もうね、これ本当、あ、松井しげる本当こぼれないですね。さあ、なんで、あ、やばいやばい、あ、いやいや、これやばい、これはまずい。女子ですね、エリマネ正念場やなと。来た、せめて2着、うん、あんちゃんこの放送何連敗してんだよ。いや、もう連敗中ですよ。そう、エリマネ終わった、1ヶ月以上多分かかってない。すいません、ちょっといいですか、エリマネ終わったって言った人誰ですか今。いますよ、今ちょっとエリマネ終わったって言ったでしょ、誰か誰か、誰か分かんないですよ、誰か言ったでしょ。いましたよ、今すぐ謝ってください。マジ底打ちあるでーと、これさあ、いやいや、これ、ね、私の大好きな6号艇ですから、大丈夫、 2着を取るっていうのをまだ演出上見たことないんですよね。2位に入ったら謝る、うん、大丈夫大丈夫。あ、でかい、おー、エリマネ、すげー、よーれはい、来た、2000発を当たり、すげー、これあれなんだね、これでアンちゃんにおめでとうございます、エリマネ態度悪いぞ、まだ来ましたね、うわ、いやいやいや、エリマネごめんなさい、土下座して放送見ますよと。潜伏で400回ハマったんで、ちょっとハメを外してもいいですか、そうですね、エリマネすげーと、ゼロアタッカー近いね、そうですね、ほぼほぼゼロアタッカーですよ、これ、そうですね、はい、いやー、もうこれこぼれないですよ、このアタッカー、こぼれないね、はい、はい、いや、これ気持ちいいですね、でもやっぱ16ラウンド当たると引ければ、うん、早いですね、早い早いです、増えるスピードが早い、やっぱ6号艇から勝つなんてどうですか、アンチさん、ありえます、あのメンバーで。いや、ないです、ないです、これもう、ね、もう、うん、万馬券じゃないですか、万馬券、あんなまくり出し決まんないですよね。エリマネすげえ、ワールドカップ2連覇おめでとうございます。やった、やったはい、逆に6番人気熱いとかあるかなと。あ、あるんですかね、そういうの、そのうちでいいからさ、関東エリマネーター vs 関東エリマネーターの対決みたいな。あ、うん、あ、関東対関西ってことですか、うん、じゃないですかね。はい、今日はあんちゃんともちろくのデス牛丼早食い大会はありますか。ないです、ないですよ。あんちゃん、あれどら焼き食べてます。いや、もう、いや、もう、ええ、みんながパサパサ、なになに、ズボンがきつい。ドログバ投入されるみたいだよと。あ、ほんと、あんちゃんクッキーだなーと。エリマネのハメ外してるの営業推進部部長に報告してもいいですか。あ、いいですよ大丈夫大丈夫、エリマネカップ優勝、エリマネ、そうですよ。いやー、よかった。結構ハマりましたからね、やっぱここからいいにね、このレースは決まりねって来ましたね。これはいったんじゃない、これもらい、ま、もらいもんですね。はい、こうなってくるとね、結構イケイケ感が出てね、面白そうです ね、 ですね、このダイバー。さあ、モーターボート記念、はい、笹川、じゃあ私笹川賞出しますよ。笹川賞、笹川賞、はい、やっぱモーターボートといえば笹川賞でしょ。なるほどね、あんちゃん、はい、そうでしょ。そうです。あ、やべえ、3番人気、いや、大丈夫でしょ、人類は兄弟、笹川賞ですよね。はい、安藤パイセン、ファン投票で、世界は一家、人類は兄弟ですよね。はい、その方です、はい、どうした、潜伏でハマったのを取り戻すには何回当てたらいいんだろうなと。まあ2400を5回当てたらもう余裕で取れます。そうですね、はい、まあ、5回ぐらいで余裕ですね。
まあ、72% 継続の台なんで、まあそうですね、全然可能ですよ、全然ありえますよ、うん。あんちゃんなんか食ってるのか、今日はねあのどら焼きの大食いにチャレンジしてますね。あんちゃんワイプ作ってよ、もちろくと。あんちゃんワイプか、あんちゃんファイブってなんですか。ワイプです、ワイプでしょ、ワイプ、ワイプ別カメで、ね、あんちゃんだけを狙ってくれと。あ、であんちゃんが 気抜いたところを全部出てくる。あんちゃんに何ですか。あんちゃんがね気を抜いたところを全部狙って、あ、いいですね、抜いてほしいですよね。はい、はい、ということでまた16ラウンド渡りです。山ちゃん今日は山ちゃんいいね。いやね、最近調子がよろしいですね。最近本当山ちゃんがね調子いいの、生放送、やっと面白くなってきたなと。ありがとうございます、見ていただいてですね。あんなか先輩はどら焼きも放棄したんですかと。いや放棄してないですよ。あ、待ってください、この大和大衆のこの曲、ええ、なんかあのさっきまでずっと聴いてた曲だったんですよ。さっきそれ私よく知ってます。閉店後見せ始めるとか、あんなハマると継続率なんて信用できないわらわら。はい、ということでね、エルマルもね、まあね、でも、はい、ST じゃないですからね。そうですね、継続率タイプなんでね、まあ、早く当ててほしいですね、エルマね。多分もう1回、てかもうむしろあんちゃんの出玉は抜いてますか。もう抜きましたよ。もう1回で抜いて、 あんちゃんの1回もう16引いてないんで。ああ、そっかそっか、1回出玉ありは2回しか引いてないです。ああ、ということでね、あんちゃんが当たらない限りまた今週も負けと、はい、永遠のコスプレスパイラルですよ。コスプレスパイラル。今のところね、レパートリーとしては、ハート様か、メルか、3D ホラーか、三世柄かみたいな。そう、ハートメル、素体ホラーの三世柄ね。来週は何になるやら。ここまで来るためにはどれだけ散財するんだろうか。いやでもね、確率甘いからね、早い時はあんまお金かかんないで。まあそうなんですよね。だってあの自分も当たり一発で2回とも右打ちですからね。そうですね、はい。エリマネの入場テーマにしちゃいなよこの曲。いやいや、どこに入場するとき。どこに入場するの。これニコ生に入場するときね。ニコ生ね、いいですね。来週何打つのと。今だ。おお、なんか。おー、当たり。なんか来たよ。早い。山ちゃん、すごい。はい、プラス300。あ、これランクアップ。ランクアップ、大当たり来ました。やばいやばい。おい、また300、600発。こういうのがあるんですね。昨日これすごいな。関西で細いドラえもんがいたから、あんちゃんがちゃんとしたドラえもん見せてよ。あ、可能ですか。おい、また300。900。もう一個いったら、ま、かな。じゃあ今度あんちゃんリアルドラえもん行きましょうよ。ああ、リアルドラえもん、あんちゃんの来週ドラえもんですか。じゃあリアルではドラえもん切っちゃいますか。はい、300、1200。それで1200まで行きましたね。コロンビア来た。この台急に当たるねと。そうですね。いや、そうなんですよ、うん、あれ終わりかな。あ、落ちた。おー、いた。1500。すごいすごい。これ普通に16ラウンド分いくんじゃないですか。うん、さあ来るかな。来い、おい、300。これ気持ちいいな。気持ちいい、はい。あ、しかも早いっすね、これめっちゃ早いっすよ。だってもう7000発ぐらいになりますから。おー、300。 V モンキーまだーと。エリマネちなみに何回転ですか。174回転。いやいやいや、結構ハマってますね。さあ2400まで行きました。はい、2400いきましたね。いやいやいや、すごいなこれ、うん、増えるペースはめっちゃ早い。めっちゃ早いです。もう7000発ですよ。はい、うん、俺より後に当たった奇跡だ。エリマネって俺より後にって相当早く当たってたじゃないですか今日ね。ジボのキーパーはめっちゃ飛び上がった。エリマネハマるなーと。うわ、やばいやばいやばい。青からのニーリーチですよ。やばい、
やばいやばい、なんならトトロでもいいよ、あんちゃん。トトロだと毛が生えてますから難しいっすよ、笹賀賞出せなかった。オーシャンカップ、オーシャンカップ、はい。山ちゃんプライベートで打ちたくなった？と。いやね、ちょっと1回ぐらい打ってもいいかな。あ、1回ぐらい打ってもいいかなと。さあ何番人気だ。ああ、また4番人気の6号艇。なんでこいつばっかなんですかね。鎌倉さん、さあ注目のレースですよ。また4番人気、うん。あ、全日本選手権で。はい。あ、ヤマちゃん3点敗。これも3点敗もらいでしょ。これこれはいったんじゃないの。あんちゃんのドル箱も、さあエリマネはどうだ。いいんじゃねえ、エリマネ。誰よりも格変長く楽しんだんだからそうですね。さあどうだ。さあ誰だ。オン。さあ山ちゃんは3番人気。おあーと、エリマネはここで3着。まあもね、誰か見て、よく分かってる人はこれ見て、セグね、見て、セグメント、セグメントね、こう出てるんですよ、セグメントがこう、ね、さあさあ、はい、はい、これ3点敗はさすがに来るんじゃないかとですよね、3-7 はっぽいですよね、このね、3-7 の時って大体この演出が弱いんですよね。あー、でも当たるみたいな、ね、そう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 、うん、よく頑張ったエリマネ、てん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 。さあ頑張りましょう。誰も知らない決着、来い、押せー。はい、来ました、山ちゃん大当たり。いやーすごい、増えんの超早い、これめっちゃ早いっすわ。あ、もうゴールしてもええんやで、山ちゃんかっこ、出玉がすごいのは分かった、うん、元取れずいやでもこれ潜ってる可能性ありますからね、エリマルン台まだまだ。そうですね、これ本当にだってもう1万発いきますか。これでもう1万発ぐらい行ってますからね、はい、払い出しは。あー危ない危ない、はい、危ない。プラス10ゲームですね、エリマネ。いやこれ本当16ラウンドが引ければ一気ですね、うん、一気一気マジで。だそこは右打ち中は大当たりの2分の1で、そうですね、こう2400発の大当たり取れるんでね、こうなるとやっぱこの台の威力が発揮されるところだというところ、はい、だやっぱこれがもうこのスペックならではのっていうところですよね。そうそうそう、うん、まあ、だから240分の1でもこうやってね一瞬にして1万発ぐらいは出ると。おエリマネ30ゲームまで時短はいきましたね。でもね、これで終わるっていう、これを超えられればまだ先発ですよ。これ超えればもう100円ですからね、はい、山ちゃん後ろ。あ、どうも。はい、さしてリーチが来ないっていうね、やばいやばい、その調子だ。山ちゃん、なんで放送の時だけこんな出るんだよって。いや、あの、ほんとそうっすよモンキーだー。はい、おめでとうございます。さあ、エリマネは運命の、さあ、ここ、おー、潜ってる。やっぱ潜ってた。潜るの得意ですよエリマネ潜ってた。潜るの得意ですよ。はい、あんちゃん、はい、さあよかったよかった。あ、コロンビアが追加点。はい、神はまだ見捨ててなかったかと。そうですよ。あ、おお、いやもうこれね、球が出続けるんですよ、下。あー、スピードが速すぎて。そう、速すぎて、うん、いや、いいですよ、こういう展開。おーと、まあそうだよね、おーってなるよね。まだ出てるもん。
潜伏の神様エリマネいやそういう神様になりたくないですね。戸塚店でパーソナルそれとも箱ですか。箱ですね。はい箱です。まだ出るって卑猥だなと。あ表現がこの女の子たちは賛成ガールとかなんですか。あ三点牌、はい、よしこれはもうもらいもんですね。これは来たんじゃないですか。これはもうさすがガーショーでしょ。箱かと腰気をつけないとな。そうですね。モタボトキネ、モタボトキネ、まあ、笹川賞みたいなもんですね。笹川賞みたいなもん。さあ、何番人気だ。服部幸男がいいな。服部幸男、服部幸男か今垣幸太郎がいいな。ああ2番人気の赤岩。赤岩とかどうでもいいっすわ。服部幸男のやっぱり、はい、若い頃はすごく元気よくよかったです。競艇選手って何歳ぐらいまでできるんですか。いやもう60過ぎてでも現役の方です。すごいですね。じゃあだって名人戦とかありますからね。名人戦、名人戦ありますよ。競艇って何が一番重要なんですかね。あの整備の腕でしょ。あ整備の腕と、あ ペラですね。ペラ、整備の腕と運動神経ですよね。運動神経、はいはい。あ運動神経あるんすか。いや絶対大丈夫です。誰よ。さあエレマネ来るか。いや来ます絶対。はい、はい、来ました。渡りこれはやっぱ気持ちいいですよね。気持ちいい。ブルブルが一着だともう2点発取れる大当たりになりますね。キラキラしますよ。はいおめでとうございます。あんちゃんどら焼き食べ終わった。まだもうねあんちゃん静かになっちゃったから。道口の父ちゃんっていくつだったっけと。あモンキーターンのですね、はい、あれいくつですか。はい漫画の道口のお父さん。あれ道口のお父さん、道口のお父さんでも明治戦で出たんで多分45以上ですよね。気候の戸塚場所 VS エリマネ相撲勝負はいつ見れますか。もちろん圧力も参加で。いや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 大変だよここ強敵しかいないよ本当に。親分もいますから。親分親分も強そう。スイーツ親方。ちょっとウィンニングターン打ってくると。ああ、そうですね。何時までやるんですかと。一応まあこの連チャン終わるまではやりますか。はい、ジボ、1点返した。あーコートジボワール、はいはい、ありがとうございます速報ね。1点返したんですか。あ今何対何なんですかね。コロンビアに、今引き分けってことですか。すごいな、コロンビアやたら 2-1 だって。あ2-1、うん、コロンビア勝ってますよね。コロンビア勝ってくれないと。そうですね、うん、2-1でコロンビア、はいはい、ありがとうございます。次日本が狙うとしたら2通過。あ、2位通過ですよね、うん、これはコートジボワールが、うん、負けてくれた方が、うん、いいんじゃない、助かるってことですね、うん、あ、チャンスです、チャンスです。1テンパイ。日本が今日負けたら多分通過は無理でしょうね。まあそうですね、 100% 無理です。とりあえずギリシャに勝つことは最低条件ですね。そう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 、そんなこと言ってると連チャン終わんないぞと。いや終わんないぐらいがちょうどいいんじゃないですか。やっぱいいとこ見せないとね。あれ浜の屋が一番左側にいますよ。さあ場所も関係あんのかな。あ、はい、どうなんですかね。2番人気峰、うん、リュータ、日本は1勝1敗1分け狙いしかないなと。おーおーおー、そうですね、まだ1位通過もあるよコロンビア倒せればと。おー、まあね、そこがなかなか難しいですけどね、うん。お、緑、山ちゃん。これがやっぱ 赤とかだとね、うん、賛成柄とかあるんですかね。賛成柄はどうなんですかね、まだ見てないですね。まだ見てないですね。あ、認定が抜けての、はい、エリマネはどうかな。はい、2番人気原田一也、はい、
さあ山ちゃん、さあいっちゃおう、もう一発いこう。あっ負けた。何気にでも今8連目、いや5連目、はい5連目、はい、これで6連。恵比寿君見せてよと、あるのそんなの。え、そんなのですか。まだ1通過も、あこれだ。そのためにはコロンビアが2勝してくれないとなと。あまあそうですね、うん、コロンビアが2勝して、直接対戦の実績で、あ日本対コロンビアで引き分けとかってことですね。コートジボワールがコロンビアに勝って、コロンビアがコロンビアをコートジボワールに勝ってくれなきゃだめ。ああそうですね。いやでもコロンビアはただでもコートジボワールに勝ちますから、うん、ああエリマネも負けた。エリマネはあと何勝するのと。何勝もできませんはい、ということで周回モードになっちゃった。はい、いやでもこれ5連しただけでもう1万発ですからね今。さあ2人ともちょっと終わっちゃいそうな感じありますね。もう終わりましょう。はい、まあコートジボワールがギリシャに引き分けてくれないとだけどねと。まあそうですね。競艇選手は体重50キロキープがベストだよ。あんちゃん、はい先輩先輩、ああ行ったんじゃない。さあどうだ山ちゃん。やっぱ俺も一回戻ったから、あ周回モードやっぱ行くんじゃないですかこれ。はい、押せえってくるやつですね。これおー山ちゃん大当たり。そういうパターン多いんですよ。すごい、これ多分そうっすよ。これ7になるんでしょ。なるならないでしょ。なるあれならないの。なるなるなる。あーエリマネもチャンス。これ、はい、やばいな。これも多分当たるし、これも当たるでしょ、ね、うん。あスタート切る。でこれ俺だけこれ外れたら面白いですよね。あんちゃん寝ました。寝てないですよ。寝てないです。はい、山ちゃんすげえなーと。ほんとすごい。スイッチオン、これスイッチオン。あスイッチオン見たいですね。あれ、まあ外れる時もあると。まあそういうことですね。はい、しょうがないしょうがない、そんなこともあると。はい、そういう時もあるってことですね。あープラス10。そう、あと来週何打ちますかってさっきねコメントでも来てたんですけど、あどうしましょうか。あそろそろあれですか、あのあんちゃんの米読みタイム入る。あーあんちゃんの米読みやる。コメント読むのそれでね、あの圧力さんがどんだけコメント読むのうまいかっていうのが分かるっていうそれね言われましたね先週ね、はい、先週、さあエリマネはどうだ。残り1回転で継続するかどうかのチャンス。おお継続しましたね。さあ30回転まで来ましたよ。いい位置かかってくれなきゃね。うん、あの、苦痛の配信をまた頭が痛いぜあチャンスだ、チャンスだ。エリマネこれはもらったんじゃないですか。いやこれはね、さっきもチャンスだでしたから、でも今赤のオーダーマークですよね。そうそう、さっきもそうなんですよ。これはいいんじゃないですかね。でもスイッチオンが来たらね。あー見たい。でもいや見たいですね、うん、さあ来るか。押せーって。おーい、大当たり。これやばいですね。こうなると止まんないですね。すごい。あもう元取っちゃいました、もう元取りましたねこれね。これ7で大当たり。はい、あもうテンパっちゃったわ。2ですね。あ2のまんまだ。はい、あそうなんすか。うん、マジか。そうだ、もちろくは全酒パーグループナンバーワンのビタ押しチャンプだから、もちろくと目押し対決とか。ああ目押しはうまいですよ私。あそうなんすか。お上手ですよ。乳首のビタ押ししましょうか。わあ復活。こういうのあるんですね。16ラウンド見せますね。大当たり中のランクアップも、はい、はい、見れちゃっていいですね。いいですね、はい、非常にこうやってね、いいとこ見せる。やっぱね、ちょっとあんちゃんにね、はい、そういう思いさせたいですね。ええー、あんちゃんがさっぱりだから
さあ山ちゃんはレースかな。ちょっと危ないかなこれは、うん、ちょっと危ない。激戦ムードン4ラウンド確認だったね。あ、そうですね、4ラウンドでしたね今ね、2で当たったよね。あ、そうですね、はい。さあ頼むよ山ちゃん、厳しいか。ちょっとこれ厳しいかもな。あ あやっぱり終わっちゃいました。そういう台、まあね、そういう台ですよ。結構潜りますもんね。結構そうなんですね、やきもきさせるんですよ。あ打ち手をね。でも5で当たってるから、でも本当にちょっとまあ、可能性はありますよね。でも確かこれ三世の所長に聞いたら、はい、あんまりか、まあ、あんまりそんなに関係ないんじゃないかみたいなこと言ってましたけど。あ、何で当たっても奇数でも偶数ってことですか。一応私聞いたんですよ。あ、図柄関係あるのかと。はいはい。じゃああんまり今のところはまだ分かってませんけど。ああ。お、ちょっと保留の色変わりましたね。青ね、青。青です。はい。さあ、周回モード。リーチにもなんないパターン。この間も保留変化があるってことは、やっぱ赤とか緑もあるんじゃないですか。あります、あります。あ、これまあまあいいじゃないですか。まあまあいい。これいいと思います。まあまあ、はい。あれ。さっきあれで当たったんですよ。さあ、いい感じですね。おっと、山ちゃん継続した？いや、ちょっとまだですね。あと1回転。山ちゃんはトータルで13,200。おお、うん、まだいける。エリマネは6,600と。まあこういう台でしょうね。だから、うん、ここを引ければね、まあ、出るときはやっぱまあ一気にいきますよね。一気に出ますね、やっぱり、うん、山ちゃんのも潜ってるでしょ絶対。あ、こうで当たってこれ入ってそうですか、うん、入ってそうじゃないですか。さあどうなんでしょうか。でもう一回、あ、なんだろうこれ。あ、じゃあ、うん、なんか新しいような演出が見たいですけどね。まあ、でも山ちゃんのランクアップも見れたしね。あ、まあそうですね、うん、いや、おい、やっぱこれ30までいったら結構熱いんじゃないですかもう、うん、なんか7テンパイが見てみたいですね。あ、確かに、うん、さあ、お、リーチ来ましたね。ちょっと弱そうですか。どうですか。いや、いけるでしょ。いけるいけるということですね。いけるいける、はい。オーシャンチャレンジカップか、うん、さあ何番人気が来るんでしょうか。はい、はい、脇出し。山ちゃんはやっぱり潜ってた。あー、ミネリュータ、はい。今日罰ゲーム何するんですか。今日はないですね。来週、今日はね、もうビリがアンちゃんで決まってますから、来週アンちゃんね、来週のアンちゃんのコスプレ、はい、コスプレしますんでね。何にしようかね。まずリアルドラえもんですか、やっぱり。あ、ドラえもんですかね。さあ、リマネはレース中でございます。はい、うん、山ちゃんも確演中。はい、はい、ようやくウィングターンの面白いところがね。さあ来るか、エリマネ。あ、青、惜しい。おーい、これこれよ。来ました。これ余裕の取り返しですよね、はい、16ラウンド。これ余裕で取り返しましたよ。余裕ですね、本当に。結構当たるもんですね、これ続くもんですね、70%。いや、まあ、72% ですからね、ただ一つだけ言ってきますよ、さっきの時間が9時半だったら終わってますから。皆さんよく覚えてください。まだね、昼間ぐらいだったら、そうですね、9時半だったら終わってますから。ちなみに何回転ハマったんでしたっけ、100円中、480回転。潜伏480、100円中480回転ハマってますからね、はい、
そこからの、V モンキーでの回復と。あ、うまい、うまいね、うまいですね、はい、あ、そこでハートが2人でちょっと、こっち後ろハートハートね、2人後ろでハートがね、完成してますよ。はい、これって、16ラウンドの割合ってどれくらいですかと。いや、あの右打ちはもう半分ぐらいが、はい、16ラウンドですね。ですね、はい、いやこうなると面白いなこの台は。でもう 50% の 25%、25% みたいな感じですよ、ほぼ。ああ、そうですね、はい、はい、俺の打つルパンより続くわと。ルパンもね80あるのにね。いやね、ルパンはね、うん、僕は 10% ぐらいしかないと思うそれは山ちゃんだけだわ、絶対銭形が出ますから、うん、しかも山ちゃんがね、あ、また3点敗、はい、もらいましたね、これもらいましたね、山ちゃん攻撃回避したとこ見たことないですよ。ナイスナイスあの銭形のあれも銭形のリーチいったらもう絶対捕まりますよね、うん、いや結構逃げますよ、マジっすか、はい、すごいな今日、でこの台のいいところと悪いところ見れましたとはい、え、悪いとこありましたな、あ、女の子、あ、だ、いや、2人ともこう終われなくなってきましたね、だんだんもう、なんか終わる気がしないですもん、見てて。終わったら終了しようと思ってたんですけどね、はい、でももうこれ続いちゃいますね、まあ、3点敗終わらせましょうか、そろ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 ね、自主的に終わらせましょうか横山って山崎の嫁か。あ、そうですね、横に引かない。あ、そうなの。横に人ね、なんで山崎小宮結婚したんですかね。なんで。いや、イケメンなんですよ、山崎智也めちゃめちゃ人気あるんですよ。さあ、山ちゃん、はい、来るか来るか来るか、はい、寄せぼー、あれあれあ、2位だ。あ、初めて見た、初めて2位見た。おー、2位、3で大当たり、3図からで大当たりで2位。あんだ、びっくりした、初めて見た、初めて見ました、はい。もうこれ復活したりするんじゃないの。ねえ、スジボーナス、はい、あ、これ初めてですね、はい、あれ、と思ったら年齢差結構あるよね、10歳あ、ありますね、うん、ぐらい離れてる。いや、詳しいですね、完全に実写じゃんと。そうですね、あんちゃん何歳年上でしたっけ、女の方が。え、横西の方が年上でしたっけ。ちょ、そうじゃなかったですか。横西の方が姉さん女房じゃなかったでしたっけ。あら、あ、普通に4ラウンドで終わった。はぁ、あ、そうですねじゃあ、そろそろ終わらせましょうかそろそろ終わらせますか。そうそうね、ちょうどいい3着引きましょう、ちょうどいい頃合いですからね。もう実質的に3着を。そうですね、はい、4番人気を引き当てますから、もう3着になったらその人は打つのやめてもらって結構なんでね。あ、そうそうそう、そうですね。なんだこれ今だって、はい、だって潜っちゃうんでね、はい、あ、危ない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 。4ラウンド消化早くね、何秒だよって。これね、16ラウンドも超早いから。超早いっす、超早い、マジで消化でね。大当たりがスタートするのも早いし、はい、大当たりが終わったとこっちが始まるのもめっちゃ早いですよ。あ、めっちゃ早い。だから弾出続けてますもんね。いや、もうね、まだまだ止める必要はないですよ、ハンドルを、うん。ウィキで見たら年齢一緒だったわら。え、横西と山崎。あ、そうなんですか。でも結婚したの結構年いってからですよね。そうなんですか。横西確かバツイチですよね。選手なんですか横西確かバツイチですよとかそういう情報はやめましょうちょっとねあんちゃん、はい、危ないですいやいやいや、いや、お子さんと連れ、あの娘さんと一緒に今連れ子って言いそうあんちゃん、はい、あんちゃん、はい、危ないです。事実ですから。あ、はい、そうですね。まあそうですね、まあそうですね、はい、別にディスってるわけじゃないでしょ、はい。まあでもね、これ、そうそう、再婚な横西。ああ、よく知ってますね、すごいですね。あ、あんちゃん子供いるんですか。いないですこれエリマネもね、あと1回当たればね、1万発超えますからね。この辺もちょっと見てみたいなと思いますけど。まあね、77分の1なんでね、
結構来ないときは来ないんですよね。あ、そうですね。ちなみにエリマネギ確変中何回転ハマったんでしたっけ？あのね、480ハマった後に次の渡りまでに175回ハマった。ちなみに今もまた120回ハマった。結構ね、この確変中ハマる可能性ありますんでね、はい。でももうね、右打ちはね、楽しいな。楽しいですか？うん、高速走行ですからね。しかも気持ちいいですよね、本当に。ちょっと左打ちで400回ハマるのは本当苦行ですよ、苦行です ですね、これはね。だからまあ、それを、ね、克服できるぐらいの右打ちがいますからね、そうですね、一瞬でもこれ、いや、本当そうですよね、回復しましたからね。でも、私がね、それで480ハマって、右打ちで、出玉が数百発とかだったら、へこむけど、9000発ですよ、9000発出ればね、もう全然大丈夫ですよね、プラスの域に入ってますね。エリマネ今日確変中トータルで何回転回してんだよだから都合を何回も言ってますけど、あの放送始まってすぐに確変まあまあ入って、その後私ずっと確変、そうですね、今日一番長く確変やってますからね。いや本当そうですよね、はい、うん、あとや抜けてないんですもんね、確変が抜けてないんです。そうそうそ そう、あと山崎も再婚なんだなと。そうなんだ、再婚同士なんだ。この保留変化から当たるのがちょっと見たいんですけどね。ああそうですね、なんか全然ないですよね、青保留以外って。青以上行ってないんですよね。しかもなんかそのこの辺のがわさわさしたりも全然しないですね。それ大体テンパらないんですよこれ。あーやばい、青保留の、あ、ダメだ。え、青保留、いや青の次の保留だったんで、だいぶダメかな。あ、やばいかなと。この人誰だ、この子誰なんですか。賛成ガールとかじゃないんですか、違いますか。この人よりあの東京営業所の賛成、まあ、間違いないです。賛成の受付の方が可愛い、受付の方が可愛い、可愛い、さあ、あ、カメラついちゃった、ごめんなさいね、はい。ちょっとあの、長くなってきましたね。ちょっとね、やっぱハマりがね。山ちゃんも160の8、今でも190。あ、赤かった、赤かった、今だ、これ今だ、おい、大当たり、これランクアップじゃないですか。おい、ランクアップボーナスきました。さあ変速ゾーン、これちょっと音いいですね。この音いいですね、ビビビビって、うん、ちょっと気持ちいいなこれ、うん、気持ちいいなこれは。すごいな、すごいですね。あれ、え、600終わり、まだ行く、あれ危ない、600で終わりですか。600ですね、全速モード、はい。でもこの全速って何なんですか。ああ、そっかそっか、まあ夜からは打てないねこの台はと。まあ切り上げるタイミングはお任せしますね、うん、ただね、もう入ってしまえばさ、うん、一瞬でこう出ますからね、はい、本当に早い。1時間前までに右打ち行ってればっていうところ、うん、まあそうですね、はい。右打ちからの転落はないですよね。あ、それはない、それはない、はい。基本だからこの時短が終わったら、もう通常と思われる感じじゃないですか。あ、今だ、今だ、あ、いやもうね、3着でいいんですよ、3着でいいですよ、はい、3着で、そうなんですよ、あ、緑、これ電波じゃないですか、ほら、これ3着だこれ3着だよ、これ3着、緑だもん、でもほら、エリマネダイいい調子ですからね今ね、あ、笹川賞、あ、笹川賞出ました。笹川賞、天国か地獄台だなと、うん、コロンビア勝ち上がったよと、ああ、うん、おめでとうございます。オートジボワール負けたよと。でももう3時っすか、あと4時間でも日本戦ですね、コロンビア中島康平さん、はい、みんなやっぱそこに注目してたからね今日はね、みんなそうですね、コロンビア勝利、これでアンちゃんの敗退が決定と。
まあ、それはもう決定してましたけどね。むしろあんちゃんの敗退。あんちゃんどら焼き食べてよ。頑張って。あれまだどら焼きあと一袋あるんじゃないですか。え、まさか。そんなことはないでしょ。まさか。まさかね。最後の一袋ぐらいにはもうもうガブ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 、うん、もう手つけてるはずですよ。我らがあんちゃん、うん、さあ山ちゃんはあの牛丼をね。さあどうなる。さあでこれでまさか、まさかの2着引いたら相当持ってますよ。あーしゃあーしゃあしゃあしゃあ山ちゃんはということでこれで勇気終了と。はい、お疲れ様でございました。ありがとうございます。これで2着で継続。そうそう、まあ潜ってますけどね。まあ、潜ってる可能性はありますけれども、放送的には山ちゃんはこれで終了と。はい、はいね、ただもうね、いや何気にもう10連してるんですよこれ。すごい、10連で1万4000発ぐらい。あんちゃんの食生活どうなってんのと。どうなってんの。食べたい時に好きなものを食べる。あーよくないですねそれはね、はい。これは終わるときは何ラウンドですか。4で終わるんですか。4で終わります。はい、まあ、必ず出玉は出るんでね。はい、はい、ということで、はい、山ちゃんお疲れ様でした。ありがとうございます。さあさあ残るは1台のみ。さあこの微妙に1万発超えてないっていうね。9600。はい、あでも次で超えるか。はい、1回当たれば大丈夫ですね。はい、さあようやくねカメラも独り占めできると。そうですね。お、ちょっとチャンス来ましたか。いや2時なんないです。ああ、あんちゃんはもう換金しないと痩せないなと、ついでに、圧力もと。あ、俺もねダイエットしますか。だいたいね、ハート2人組はこんな感じで。ああなるほどね。あ、じゃあそれちょっと映しましょうか。いやいやこれ、いや、やばいですやばい。自分で見てやばい。ここ映してそれやばい。ハート様、ハート様、今日ね俺はハート、今日あんちゃんがハート様の格好してくれてる。いてーよー、いてーよー、いてーよー。いやもう、で、あ、いやいや、生ハートが生ハート、生ハート様逃げちゃいましたね。このラッシュに入る確率はと 72%。 突入は、はい、まあなんで、うん、まあ、一発で入るのは 26% ですね。でまあ、潜伏が 46%、はい、潜伏かまとつかくかっていうのが 46% ぐらいなんで、はい、まあ大体でもまあ一発で入るのも可能性は全然ありますよ。まあそうですね、4割ぐらいは入るんじゃないですか。はい、ただね皆さんね、77分の1で当たんないですよ。それだけは言っておきます。まあそうなんですよね、それだけ言っておきます。そこだけはちょっとねなるべく早く引いてもらうっていう。さあ天杯、エースが、さあどうだ。さあこれが何着を取るかっていうところですね、うん、さあ、まあ、今ね予想何着ですか。3着でやめましょう。予想3着、賞金を、賞金を、さあどうだ。3着でやめましょう。賞金を見てみましょうか。さあ何番人気が来るかな。あ、山崎智也がいいな。赤岩よあれ赤岩さんですね。赤岩さんは、あ、でも星3つ、うん、さあ来るかな。あ、これでも結構あれですね、動画だと結構綺麗ですね。綺麗ですね、いい感じに撮れてますね、うん、そうですね。さあエリマネ、もちろんここは2着で決めてくれるんでしょうね。いやいや、おもんない展開でしょそれは。これはもう、ここはもうね期待通りのところを行ってほしいところですよね。さあ、でももうこれ何のチャンスアップもないんで、ちょっと弱い、期待できる、期待できる展開、はい、そう。さあ来るか。3着来い。3着来い。パスッと、おー、3着、
お疲れ様でした。お疲れです。4ラウンド消化して終わりですね。はい、そこでなんかあの役物とかね、ありえるかもしれないんでね。よし。はい、ということで何連したんですか、都合9連ですよね。9連ということで結構続きましたね。中連ポートです。麻雀ですか。エリマネオツということでね。はい、これでね、いや、うん、1万超えすごいですね、うん、1万超え。はい、あんちゃんと圧力のダイエット企画を始めよう。いやいや、よし。はい、ということでお疲れ様でございました。じゃあエンディングいきましょう。はい、よし。はい、さあさあさあ、ね、熱くなっちゃいましたね。そうですね。はいはい、ということで皆さんお疲れ様でした。どうでしたか。いやいやいや、エンディングターンは楽しかったですね。楽しかった、はい、まあ山ちゃん出てたもん ね、今日ね。はい、あの面白いところを総取りしたような感じですか ね、で、あんちゃんはどうでしたか。いやあれ、あんたに早かったんですけどね、ニップレスがちょっとずれたから、結局ベリっていきます、アップとかなしです。結局、じゃあ、ドラ焼きが2回だけで、ドラ焼き14 13、いや11ですね。11ということで、あんちゃんの、ドラ焼きチャレンジ11個で11個まで惜しくも達成できずと。あ、でも結構毎回やってますけど、毎回で最近やってなかった。いや、やってなかったですよ。10個の壁って結構あ、10個の壁結構厚い。なるほどね。なるほどね。はい、エリマネどうでしたか。はい、いやー、どうですかね。今日ほどしんどい放送はなかった。今日ほどしんどい放送はなかったと。なかったですね。まあでもね、最終的には結局盛り返してね。まあそうですね。V 字で、いい展開になりましたからね。まあまあ負けたことはあんまないですね。そうですよね。はい。改めて見ると濃いメンバーですねと。そうですよ。もう戸塚はもう抑えてますから大丈夫ですよ。まあ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 、はい、そうですよ。うん。まあ来週打つ台は決まってない感じですか。そうですね。まだ決めて、決めかねてるところですけど。はい。まあ、じゃあパチンコがするとかどっちかは決めますか。まあいいんじゃないですか。まあじゃあまあ来週近日ということで、来週ね、はい、決まり次第決まり次第、そうですね、発表させていただきますと、ね、楽しい放送にはします。はい、面白いような、ね、はい、放送には間違いないと思いますんでね、はい、ぜひまた来週も木曜24時のお時間ね、はい、こちらのチャンネルでお待ちしておりますので、はい、ぜひ来週もまた見てください。何かいいことありますか。はい、はい、どうですか、戸塚なんかあります。戸塚の22日の日曜日ですね、はい、なんかまたラッキーバードがマスコットキャラが捕獲されると、それでと、22日にラッキーバード、はい、はい、はい、ですね、戸塚の近くで見つかると、おお、じゃあいいことが起きるかも、マスコットキャラクター、はい、まあラッキーバードっていうぐらいですか、はい、はい、幸せを運んでくれる、幸せを運ぶ、お、いいですね、はい、青い鳥、ラッキーバードが見れる、はい、ね、まあちょっと薄紫になってますけどね。本当は何色なの。いや、本当はまあ紫です。ちょっと濃い紫でですね。ちょっと傷もついてますけど、はい、ちょっとガムテープで補修とかされてる可能性はあります。いやいや、一応バンドエイドです。バンドエイドです、ね、バンドエイド。はい、はい、じゃあ22日、そうですね、お近くの方ね、はい、遊び来れればそうですね、あとはまあ、はい、大した情報じゃないですけど、まあ一応私最後になりますから、この放送が、はい、まあまあ大した情報じゃないです。大したことありますよね。まあ、大した情報じゃないですけど、この放送でちょっとまあ多分しばらく最後になりますかね。しばらく出ない。ただし、もっとすごい話術を持ったね、男が出てくれます。あ、話術を持った人が出てくれるようになると。はいはい、いうことなんで、はい、そうですね、エリマネ自体は私は大阪に転勤になりますから。大阪に転勤、はい、もうすぐですか。もうすぐです。あー、はい、なんと、それでまあ一人来ますよ。マジか。あ、それでまた新たな方がこちらに来られると。ものすごい話術も。あ、じゃあ大阪の気候のチャンネルでもしかしたら見れる日があ、来るかもしれないよ。あ、来るかもしれないと。とかマジかとかコメント来ちゃってますよ。そうですか。ものすごい話術持ってますよ。あ、ものすごい話術持ってる方。次来る人間は本当ですか。めっちゃハードル上がってますよ。ものすごい話術めちゃくちゃですか。話術持ってる、一発ギャグ、転勤顔真似、
顔真似何でもできますよ。本当ですか？本当ですよ。いやじゃあぜひね、それで出た際には見てもらえますか、ね、はい、期待してください、今までいろいろ応援していただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、これからもちょっとキコナチャンネルね、関東版もしっかり応援してもらいたいなと思いますね、はい、そうですね、そうですね、皆さんぜひ見てくださいね、はい、まあ、横須賀版だけは見なくていいですけど、みんな見てくださいね、はい、よろしくお願いします、左遷ですか降格ですかとかね、どっちもですかね今度は大阪で暴れるのか、そうですね、はい、エリマネ、今までありがとうと、 ありがとうございます。エリマネンシロさん、ちょっと戦ってみてください。あ、はい、これですか、はい、18歳やってみましょうか。喋りの達人ってことは大阪の人ですかと。いやいやいや、もう京都の、あ、京都じゃない、神戸ですよ、神戸の方が、神戸のね、あの西の、西宮、神戸出身、神戸ですね、方がね、来られるということなんですね、スイーツ男子ですね、はい、ぜひ、ね、出た際には皆さんご覧いただければと、ベシャリがもう半端ないですね、本当ですか、はい、本当ですか、大丈夫ですか、あ、もうアニメ、アニメ、オタクのアニメ系はものすごいダミ声のね、ダミ声ですかもうベシャリの達人が来ます、あ、まあまあまあ、なるほど、期待しててください、期待してください、ワイマネは専門ですよね、はい、はい、エリマネまたなと、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます、預けも連れてっていいよはい、といったところでね、今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います、はい、また来週お会いしましょう、さよなら、さよなら、おやすみなさい、ありがとうございます、おやすみなさい。うん、寝れない、羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹、なにこれ、お前見にくいわ、喋るんだ、夢か、聞こうな、ね。